FM93.0 AM1242 日本放送です。ナイツザラディオショー、東隆弘さん、黒沢和子さん、お疲れ様でした。そして日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。花輪信之です。火曜パート内席スタート山崎慶です。はい、ナイツザラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。火曜日は、はい、明けましておめでとうございます。そうです ね、 今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、年末年始は、はい、忙しかった。忙しくはなかったんですけど、うん、でも31は福岡の劇場で、うん、1日あの幕張の劇場で出番だったので、うん、あったんだ、はい、舞台がね。大晦日まで働いたの。大晦日も働きましたね。福岡終わって帰ってきたんで、もう10時ぐらいでした、家着いたら、はい。でも元旦のその幕張の劇場だったんですけど、うん、あの土日とかそういう祝日だと新宿からあの送迎バスみたいなのが出るんです、劇場まで。でそれに乗ってて、うん、でその日夫は仕事休みだったんで、うん、まあ、娘の面倒を見ててもらってたんですけど、車、まあ、そういう送迎バスみたいに乗ってたら、うんうんうん、旦那から電話かかってきて、うんうん、あんま電話かかってくるってことってあんまりないじゃないですか、うんうん、LINE とかはありますけど、うんうん、なんだろう、娘に何かあったかなとか思って心配だったんで出たんですよ、うん、そしたらなんかあの休みだったんだけど、なんか知り合いの落語家さんが、うん、今会やってるから、うん、飛び入りでダンスさん来ないって誘われたんだけど、その子供を、うん、あの連れてってでもいいものかなっていう、うん、どう思うって言われたんで、私は全然あのいろんなところに連れていく方針で結構育ててるんで、うんうん、あの向こう側が全然、うん、例えばその あのあなたがその講座に立ってる、あの座ってる間、うん、あのまあ、転がし、まあ、まだあの立ったりできないんで、楽屋にちょっと転がしておいてもらえたり、うん、誰かが、まあ、あの危なくないように 見るだけでもいいから見ててくれる環境があるんだったら全然行ってもいいんじゃないって言って、うん、じゃあちょっとあの検討してますみたいな感じで終わって、うん、で結局連れてったんですよ、うん、で連れてってちょっとあの袖のところにちょっと転がさせてもらって、うん、あの飛び入りで参加して、うん、であの一応今日あのあたかあのなんていうか出番表には載ってないんで、夫の名前は、うん、あのこういうふうにお誘いを受けて、うん、今飛び入りで実はあの子供が袖に、うん、あの向こう側にいます、楽屋にいるんですけど、うん、あのちょっと今日はお邪魔しますみたいな感じでネタやって、うんうん、で結構おとなしいんで、うん、うちの子供今のところ、うんうん、ほぼほぼネタちゃんとやりきったらしいんですけど、うん、最後におぎゃーって泣いてめちゃくちゃ受けたんですよすごいね、聞こえるぐらいのあれなんだ、うん、その結構薄いというかその、まあ、その大きな小屋じゃなかったらしいんで、でもネタ中は邪魔せずに、邪魔せずもうすぐ落ちってところでギャーって泣いてめちゃくちゃ受けたんですよ、うん、めちゃくちゃ面白いそれ、そう、元日からその日1ぐらいの笑いを取ったらしくて、温かいなんかいい空気に包まれて終わったっていうのを聞いたんですけど、うん、なんかそれでなんかそれで味を占めやしないかと思って娘がですよ、うんうん、あの私もいや早いじゃん味占めるには、いやこういうの積み重ねというかダンスが味占めるのは分かるけ るけど、ね、いやいや娘が味占めることはないでしょ、ダンスはそういうのしないタイプなんで結構、うん、いやもう自覚があるんだ、ちょっとずつ、うん、その私もだからなんで、うんうん、うちそのお笑いとかあんまり見て育った家じゃないんですよ、私も、うんうんうん、うちの親もなんで娘がこんなことになったのかってずっと不思議に思ってて、うん、でもそれやっぱ紐解いていくと、やっぱ幼稚園の時に、うん、あのお遊戯会のおむすびコロリンが多分きっかけで、うん、おむすびコロリンでそのいいおばあさんの役はみんなやりたいやりたいってなったんですけど、うん、意地悪ばあさんの役をやる人がいなかったんですよ、うん、特に子供だから、うん、そしたら先生が、うん、人が嫌がることをできる子が一番偉い子なんだよって言ったんですよ、うん、そういう人は偉い子だと思われたいからやりますって言って私やったんですよ、うんうんうん、で練習は一生懸命やるじゃないですか、うん、意地悪ばあさんっぽくやるって言って、なんか嫌な声出す練習とかするけど、別に面白いと思ってやってないし、その時は一生懸命練習して、でも本番やっぱ幼稚園生が一生懸命、うん、おじいさんやみたいな、あそこのおむすびを転がすと宝物が出るらしいみたいなことやったら、めちゃくちゃ受けたの、受ける、ね、受けるつもりでやってないけど、やっぱそれ今でも覚えてるんですよ、受けたということを。あれが良くないってことになってるんですよ。では山崎家では。あれがもう全ての根源だと。芸人になったんだ。いいじゃん。忘れられないと、あの気持ちを。だからやっぱ人間って笑い取ったら気持ちいいっていう感覚は絶対にあって、で私絶対にこの業界に入ってきてほしくないんですよ、子供には。だからもう二度と味しめてほしくないじゃん。味しめてほしくない。おぎゃーとかで、わははとかなってほしくないんですよ。だからもう物心ついてないかもしれないけど、なんかの脳裏にどこかに。こびりついてて。笑いを取ったっていうのがね、娘ちゃんの中で残ってれば、あるかもしれない。あれもやめてもらおうと思う。
いやだからダンスの方が、はい、その味しめちゃって、味しめて、うん、子供いない時も、うん、その同じつかみ で、うん、で最後テープ流すの。最悪の、嫌だそんな夫。尊敬できない。嫌だ嫌だそんなの。で帰りなんか人形みたいなの持ってこう。カモフラージュで。カモフラージュで。嫌だそんなの。そこまでして笑い取りたい夫、尊敬できないです。マジで。そうだよね。元日からじゃ結構緊急でそれを入っていったんだ。そうなんですよ。そんなことがありましたね。面白いね。吉本の劇場はそういう時は、あの一応あるの？見てもらえる環境っていう、うん、いやまあだからやっぱ難しいか。連れてったら、でも正直出番って10分ぐらいだったりするじゃないですか、まあね、だから、うん、頭下げてお願いしたら誰か見てくれるとは思うんですけど、うん、まあ今のところそんな予定はないですね。誰かしらでも、まあ、いますからね、 いますけどね、見てもらえるでしょ。でもやっぱりなんとなく気は引けますよね、うん、まあ、気使うよね、うん、連れてく、まあ、一応マネージャーとかはあの赤、うん、子供好きなんで全然連れてきてもらっていいですよみたいなの言ってくれるんですけど、うんうん、まあ、一応ね、まあ、でそういうことはしないようにとは思ってるんですけ ど、はい、でもそういうしょうがない時あるもんね。まあそうですね、それはもう絶対、まあ、どうしてもの時はね。しかもだって旦那さんも芸人だからな。そうなんですよね。そうだよ、ね、大事な舞台がね、被ることだって全然あるだろうし。まあそうなんですよ ね、うんうん、ねテレビもあるし、はい、うん、そっか、はい、まあ忘年会もあのあ、お嬢ちゃんね、すいません、お邪魔させていただきました。本当におとなしいよね。そうなんですよ、おとなしいんです、うん、今のところ。いい子なのよ、ニコニコしてて、賢い子で、ね、うん、全然頭いいでしょ。今でわかんないです、まあ、天才じゃないかと思ってますけど。いやいや、そうだよね、はい、でも、もう何しても泣いちゃって、私、娘が。あの寝返り打った時も泣いちゃうし、今日よく見たら歯が生えてたの、うん、下の歯が、うん。それでまた泣いちゃって、これからも何しても多分泣いちゃう。ずっと泣いちゃう。ずっと泣いちゃうなと思って。でも生まれた時一個も泣かなかったんですけど。そうなんですか。一個も泣かなかったです。あ、そう。何にも涙出なかったです。もう疲れちゃって。いや、なんかもう不思議で、無痛分娩だったんで不思議すぎちゃって。不思議すぎて。不思議すぎて涙出ない。いきなりやっぱちょっと情報量多すぎる。そうなんですよ。出てる出てるみたいな感じ。少しずつがいいんだ。そうそう、歯がちょっと生えたとか。そうなんですよ。なんか生えるかしらとかっていう時々ワクワク。あれ、うん、なんかあるなんかある、うん、みたいな感じだったんですけど、出産はちょっとびっくりしすぎて。なんか多すぎる。本当ね。いっぺんに入って。日々成長してます。まあ、そうだね、はい。この前も子供がドブロックの、あの、うんちみたいなネタで。今日朝見てみました。昨日めちゃくちゃ面白かった。あの、おならしたと思ったらうんち出ちゃったみたいな歌あるんですか、めちゃくちゃ面白かった。帰ってきたら、はい、おならした時、うんちが出たと聞いて歌ってた。あ、うんちで出た。何を見せてんだ。何を見せてんだと。僕が何から片付けるだろうって。いい歌だよね。何を見せてんだ。いい歌なんだ、また。いい歌でした。でもいい、確かに、でもそれ途中でその、うん、そんな時そばにいてほしいみたいな歌詞だった、まあって、うんうんうん、トライオンによってはいい歌ですよね。そのどんな時も。ドブロックの歌はなんか全部いい歌なんですよ。そうですね。いい歌なんだよね。トライオンによってはね。そうなんですよ。ちょっと感動でき、しようと思えばできるって。本当に、あの、辛い時泣いちゃうかもしれない。ね、いや、そう、本当に。でもね、うん、なんか、もしかしたら、ひょっとしたらね、泣けちゃうかもしれない。泣けるんだろうね。なんか、何かに変えられるんだろうね、人間。自分の中で。一物を何かに変えて、いけるかもしれないね。そうですね。大きなエネルギーになるのか、とかさ。ポロポロっとね。本当、大変だったよね、ぐちくん、喉飛んじゃってね。あ、へぇ、だから、おととい、あ、昨日、あ、おとといか。出雲ね。出雲の営業の時にね、朝、あの飛行機でさ、うん、あ、おめでとうございますって、うんうん、おはようっつったらさ、うん、一切喋んないで、なんかこう、うん、なんかってニコってしてなんか挨拶だけするから、なんか変なボケしてんなと思って、どうしたのしたら、あ、声が出ません。これです。本当に全く出てなかった。どうすんの？あ、そうなんだ。今日無理です。うん、って言って、大丈夫っつって、うん、いや、もう大丈夫じゃないです。うんうん、って言って、はい、だから森くんが、その分、うん、全部歌って。え、何してたんですか？踊ってた。ゆうちくんはね、ギター弾くの。え？ゆうちくんもギター弾けるんだよね。そうなんだ。そう、びっくりした。なんか作曲の時はギターで作曲してるんだって。あ、そうなんだ。そう。結構、まあ、普通に弾けてたよ。うん、そうなん。逆でやってただから、ね。面白い。レアな。森くんのソロの鼻くその歌があるんだよ。へ、それなかなか聞けないよね。
なんでそれをソロにしてんのかわかんない。確かに。なんで二人で歌いやすとソロがあるのかもよくわかんない。本当ですね。サナクソはなんで死に、歌詞だけどソロなんだって。で歌ってて、俺かわいそうだったのがさ、まあ、しょうがないんだよ、それは。うん、あの握手会ってハイタッチ会やるの最後、うん、みんなにね、はい、俺江口くんの横だったんだけど、うん、半分ぐらいの人が、うん、残念でしたそうやって言うんだ、まあ、あの多分そう嫌味とかじゃなくてね、だけど、まあ、もう、ね、うん、聞きたかったです余計辛くなっちゃう、ね、半分ぐらいの人はもうお大事にって優しいんだけど、まあ、それはそうだよね、やっぱり、まあ、そうですね、うん、だから逆にレアだったけどね、うん、あれは、ね、うん、すいませんすいませんまあ声だけだったら来ることはできますからね、行くことはね。そうそうそう、うん、どうなんだよ、ね、だから本当熱とかもないんだって。本当かすれちゃってるだけ、まあ、年末年始でね、そうだっていうね、状態結構あるよね、うん、ありますよ、気をつけないとね、気をつけないとね、はい、あ、そう、じゃあお正月はもうずっと家にいて、うん、あ、でもなんか2、3、4で、うん、なんか山添が休み取ってたんで自動的に休みになって、どっか行ったんですか、まあ、実家に私は帰ったんですけど、山添はなんかあの海外に、うん、あ、なんかあのギャンブルしに行ったみたいですけど、うん、カジノに。山添は大丈夫、そんなんか俺もさ、1月2日のオンエアしたのはツッコミ芸人総会の時に、はい、山添の話題になって、山添いないのに、うん、そうで、やっぱ、うん、あのマジラブの村上くんとかもさ、はい、うん、まだ何百万の借金してるとか、私にもまだ今そうでしょ、新規であります。なんかあんだけ仕事やっててさ、うん、売れてて、だから追いつかないんですよね、だからそれぐらいめちゃくちゃギャンブルやってんの、めちゃくちゃやってるんですよ、大丈夫かなと思って、ちょっと、いや何百万単位の借金が私にも吉本にもありますよ、もう全部ひっくるめて吉本大丈夫なの分からんけど、それはちょっとそういう話になってきますか、分からんけど全部ひっくるめて、うん、大丈夫であってほしい、大丈夫なの、まあ、山添の借金はもうへでもないと思うけどそうですね、うん、そうですね、そういうとこじゃない、いろいろね、いろいろね、いろいろあるけどねそれはそうですね、はい、だからもう新しく社長をさ、はい、もう中学生とかにした方がいいんだよ、イメージを真面目分みたいな藤井隆さんともう中学生、そうですね、クリーンではあるだろうけど、でももうその人たちが何かしたら終わります、終わるね終わるね、いやもう、あ、そうですか、ゾエ君も、いや、そうな、でもそれで楽しいんだろうね、そうなんですよ、うん、で帰ってきて、うん、今年もよろしくみたいに会った時に、うん、Kさんっつって、あのちょっと勝ったんで、その海外でね、カジノ行ったみたいですけど、うん、勝ったんでお返ししますっつって、うん、何にも返ってこないんですけど、何振り込みますって言ってから、うん、いつ振り込まれるんだろうと思って、うん、残高チェックしてるんですけど、うん、なんか振り込まれないんですけど、だから多分もう使っちゃったんじゃないですかねえ、お返ししますって言ってから、しかも人がいる前で多分アピールして、なんかその私にこっそりとかじゃなくて、うん、人がいるとかで、 K さん今日は返せますよみたいな感じで、なんか、うん、ちゃんと返済してますアピールだけして全然帰ってきてます。全く信用できないけどな、新年会行ったり、昨日もなんか空港で寿司食ってるのとか SNS で 回ってくるんですよ。私空港でおにぎり食べてるんですよ、うん、なんであいつ寿司食って私おにぎり食べてんだろうとか気になってはいますよね。本当だよね、まだ飛んでないよね、連絡取れるよね、うん、だからそれだけ怖いですよね。怖いよ、信用できなくなってるじゃん、飛ぶ可能性あるから、それだけちょっと怖いです。飛ばれたら困る額貸してるんで今。そうだよねで旅行ももうギャンブル旅行 で、 そうです、しっかり買って帰ってきたんだ。一応ちょこっと買って帰って買って、うん、もうや途中でやめたっつってました。もうこれ以上やったらもうダメだからって言って。ケイちゃんは生涯で借金ってしたことないの？借金はないですね。うん、親からまあちょっとお金がなくて、うん、なん援助してもらったことはありますけど、うん、あ、まあ借金、友達にそのお金なくて1万円借りたとか、うん、そんなレベルはありますけど。まあ、やっぱある。まあそれぐらいのことはあります。大学生の時とか、うんうんうん、どうしてもスラムダンクが欲しくて、買いたくて。スラムダンクで？スラムダンク買いたくて、友達に借りたこととかはありますけど。スラムダンク好きだったの？そんな。どうしても読みたかった。1万円も、はい、全冊買いたかったんだ。でも読んだら次が気になってそっちゃうから、どうしても買わしてくれてて、スラムダンクで借金したとか行けばよかったじゃない。いやもう自分の方が欲しかった、手に入れたかったの漫画を、はい、それぐらいですかね、多分。そうだね。ギャンブルとかではないですね。うん、知り合いに借金とはしないよね。いや俺は大学の時にやっぱり結構なんかもう全部もちろん返してるけど。はい、うんね、やっぱりよく借りてたからね。そう、うん、友達とかに。でも生活費みたいな、ちょっとお金なくてみたいなことですよね。生活費なんだけどね。うん、まあなんかバイト
下してもうそのバイトの給料日にすぐ返すみたいな感じだったけど、うん、やっぱり未だになんかその友達とかからしたら、うん、あんまりいい思い出はないかもしれないね。しょっちゅう、まあそうなんですね、借りてたから。でもやっぱよっぽど仲良くないと借りられないもんね。そうだね、うん、だから仲良かったからね、仲いいよね、仲いい、うん、それで山添は絆っていうぐらいだからね、まあ、借金のことね、まあそうですよ、本当に借金することでやっぱ絆が深まる、はい、そうだよね、だから相当もう本当給料日と同時にかなり返済してるん で、うん、でも一撃で50とか返してくるんですよ、給料日とかに。あ、そう、はい、で吉本にも、うん、あの天引きされてるんで、だいぶ、うん、か給料日と同時にもお金ないみたいな生活を今多分してるんですよ、ね、うんうん、そうなっちゃうよね。よくそれであんなにニコニコしてられるなって、悲壮感みたいな一個もないんだ。計画とか立てれないのかね。何なんですかね、なんかね、そうなんだね、なんか計画一緒に立ててあげれば、え、漫才何回やったらもうこれで返済プランみたいな。いや、なんかそんなことしても関係なさそう、うん、関係ないのか。でもその間にギャンブルやっちゃうから、そこがもういくら使うかいくら減るかがもう いくらまでとかにしちゃって、そんなことできたら借金してないでしょ。そうですよ。いや、もう今年変わらなきゃ、2024年。変わるか、まあ、今まで変わんなかった人。一郎も一緒じゃん、変わらなきゃ。刺さるかな、山沿いに刺さるかな、一郎さんのことが。30年ぐらい前に一郎も言ってたから変わらなきゃ。じゃあそれ見せて。30年前に言ってたやつだったら刺さんないな。ねえ、本当になかなかだね。なかなかですよ、本当に。やだよな、なんか。お年玉とかは、はい、山沿いはあげたりもらったりするのかな。吉本はあんまりそういう文化ないのかな。あの、なんか西の人はやるんですよね。東京の人はあんまりやらないですね。もらって全部使っちゃいそうだもんね、山添なんか。まあそうでしょうね、もらった分は全部使うでしょうね。ね、いや、もらった瞬間よっしゃでしょう。もうだってその日の調べるでしょ、時計、協定とか、うん、競馬とか。まず山添が例えば結婚する、うん、しました、はい、そしたらご祝儀とかみんなもらうじゃん。そうですね、使っちゃうのかな、ギャンブル。なんかでもね、うん、その辺は結構まっすぐなところがあるっていうか、多分それはちゃんと奥さんに渡しそうな気がします。なんかそういうところがあるから貸しちゃうみたいなのもあるんですよ。そうだね、憎めないんだね。まっすぐなんですよ、ちゃんと。そうそうそう、うん、そうだよ、俺どんなことがあっても、はい、あの子供にもらったお年玉だけは手出したらダメだって今何何回かよぎるのよ。今って手出さないでしょ別に。高田先生からもらった昨日のお年玉、うん、なかったことにできない。まあ、ね、それはダメ、もらいすぎじゃねえかみたいな、うん、子供、うん、うん、みたいな、これ使ってんじゃないかって思う時あるけどね、うん、それはやっぱりダメだよね。まあそうですね、でも結構中川家さんのこの前ラジオ聞いてさ、うん、あのお年玉なんかもうお母さん結構使われてたみたいな話 してたね。昔はでも結構そういう人多かったですよね、うんうん、なんかちゃんと管理してた、ちゃんと貯金とかしてなかったよ。あ、そう、うん、どうしてたの、やむやだったよ。なんか買ってた、うん、なんかまとめてそうお小遣いみたいな感じでもらってたかな、うん、どうしてますか、お子さんにもらったお年玉は、うん、お子さんに渡してますか、それともそういう貯金よ、なんつう、通帳作ってそこに入れてますか。いやいやいや、そんなのってないと思うよ。俺入れてる。あ、通帳にそれぞれの子供、お子さんの、それでちゃんと金庫に入れてる、うん、あ、うん、それがいいのかな、 どうするのがいい。あ、通帳って0歳からも名義で作れるんですか、うん、通帳だから、あのちょっとその、うん、金庫のお金もだいぶ、うん、あのかさばるから、うんうんうん、今年に通帳ちょっと作ろうかみたいな話はしてた、あ、でも結局別に自分のところに入れても子供のために使うしなとかも思ったりもしちゃって、うん、ね、その辺どうしようかなと思って。そうなんだよね、うん、でもたまにそここのお金出してあの100円ショップとか自分の好きなものを買いに行ったりするけど、うん、あ、じゃあお金の勉強も兼ねて、お金の勉強ただなんか300円とかだから、うん、全然減らないじゃん。まあそうですよね。お年玉はちょっとね、もらいすぎだからね、うん、そうなんだよ、全部あげたらちょっと大変だと思うよって思っちゃうよね、うん、え、じゃあいいのかな別にダメっていうことはないですけどね、うん、貯金しとけばいいよね、うん、まあそうですよね、そうそうそう、それが多分一番いいですよね、子供のために、ね、そうだよね、うん、なんか買った年末年始、大きな買い物とか。いや、何にも買ってないかも。なんか最近、うん、なんか子供が生まれてからなんかケチに拍車かかっちゃって、うん、あ、そう、なんかもうペットボトルとかも買うのもったいないんじゃないかと思って、うん、もう水筒も持ち歩いたりとかしてますね。へ、うん、この先ね、教育費いくらかかるかって
もうとね、なんかお金、服も買わないようにしてます今。ああそう、うん、まあ、別に家あるしなと思って、むしろなんかタンスに入らないぐらいあるのに、うん、あるのに買うってやっぱおかしいかもって思い始めちゃって、うん、なんか節約志向が強まってます。でもしっかりしてる、しっかりしてるね、うん、スーパーも片道40分ぐらいかかる業務スーパーに行くのに今ハマってて、全然違うんですよやっぱ。普通のスーパーに行って、うん、あのの感覚だと4000円ぐらいかなと思ったものが、うんうん、業務スーパーだと3000円ぐらいなんですよ、うん、これはでかい足しげくすごいベビーカーをして、なんかその節約志向がない。そんなの昔絶対なかったでしょ。全然、もう全然なかったです。別にコンビニで買えばいいじゃんみたいな、うん、むしろでもコンビニで買ったらペットボトル今だって150円ぐらいするじゃないですか、うんうん、スーパーで買ったら100円だもんなとか、まあ、そうか、そういう感覚がなんかどんどん強くなっちゃって、なんかでも嫌われたら嫌だなと思って、人にそれケチな人って嫌われるんじゃないですか。だから人の前ではやめようと思って言うんですけど、あ、なんか羽振り悪いみたいなね。そうそうそうみんなでいる時とかにね。そう、でも外食とか行った時は全然そのタガは外れるんで大丈夫だと思うんですけど、ね、もうそのスイッチ入るともうすごいスイッチ入る人いるじゃん。そうなんですよね。そこまではまだ行ってないですけど、ポイントカードとかさ、そういうのやり始めたら大変だよ。そう、ね、ポイントカードだけなんか弱いんですよね、うん、あれはちょっとなかなか手出しづらい、ね、なんかめんどくさいがかっちゃうんですよね。でもさ、営業最近行くとさ、うん、最近営業に来た芸人とかまだみんなマイルとかしてないんだよ。あ、マイルね、もったいないよって言うんだよね。マナはしてるけど JAL はしてないんですよね。あ、そうなんだ、うん、絶対マイルなんかやった方がいいよね、うん、やっぱそうですよね。すごい溜まるよ。やっぱ溜まります、うん、溜まるよ。それで旅行行けちゃうぐらい。あ、そんなに、うん、全然。だからもっと多分紐付けしたらむっちゃ溜まるんだよね、うん、それがもうやんないんだけど、めんどくさくて、うん、いや、そうなんですよね、めんどくさいんですよね。なんかあるんだよね、もっとあるんだよね、もっとあるんだよ、もっとなんかあるんだ、ご指摘なのあるんだけど、そこまでいかないんだよ、うん、そこまでいかないんだよね。大野もでもちゃんとやったらめっちゃ違いますよね。めちゃくちゃポイ活みたいなやつね。ポイ活すごいよ。だって曜日とか調べるでしょ、うん、で、ね、今日は何日だから、そのスーパーがポイント貯まるとか、そういうの調べたりね、うん、してる人いるけど。ポイントの運用はしてます。資産運用みたいなやつ。ポイントだけの。あ、すごいね。うん、ポイントだけのやつ、うん。そのお金の資産運用はよくわからないけど、うん、ポイントなんか入れたら、楽天のなんかポイントを運用してくれるやつなんですけど、うん、それめちゃくちゃ上がってます。うん、何それ ?10% ぐらいプラスになってます。へー。知らない人、うん、使い方がわかんないまま置いてあるポイントとかいっぱいある。あるある。うん、ニーサとかやってます？はいはいはい、ちょっとわかんない。怖い怖い怖い。練馬のちょっと先にあるところですか？ニーザ。ニーザじゃない。ニーザじゃない。埼玉のニーザじゃないです。新しい座るのニーザ。結構ね、練馬区の家賃高いから、うん、ニーザに越した友達多いよ。新ニーサってそれなんですか？新ニーサってそれ。新ニーザ。新ニーザ。ニーザに引っ越すことの新ニーザ。ニーザとか。うん、あ、そんな簡単。なんか難しいなと思ってたんですよ、ニーサって。うん、いやいや、あそこら辺にね、こす、こすんだよね。練馬がちょっとね、高いから、子供できたら。新ニーサ。みんなニーサやってるとかっていう。わかんないなぁ。わかんないんですよ。わかんない。簡単に説明しますっていうの何回テレビでもやってるじゃないですか。やってる。何回見てもやっぱわかんないんですよ、ね。わかんねえんだよなぁ。わかる気がないんだよ。ニーサってまず何なの？ニーサって。全然わかんない。なんなん全然わかんないです。2と1と差は何なの？投資みたいなやつ？そう。でも絶対にやった方がいいってみんなテレビで。絶対にやった方がいい？絶対にやった方がいいらしいですよ。そんなことある？なんで？損しないってこと？だって言ってました。国が、うん、だから老後2000万問題みたいなのあったじゃないですか、うん。もうそれは国がもう何もできないから、うん、なんかわかんないけど、1800万までできるっていうのまでは私理解したんです。新ニーサは。うんうん、1800万まで、なんか長、な、あの、非課税で長いこと、うんうんうん、あの投資できるらしいんですよ、うんうん、1800万まで投資できる、ね、そうで、まあ元金みたいのは保証されてないけど、うん、要するに老後1800万ぐらいは自分でおのおの持っててくれないと、うん、あの国はだ面倒見ませんよって国が言ってるようなもんですって言ってたんです、うん、なんか投資家の人が、とにかくやった方がいい、とにかくやった方がいいんですっていや、それが、その1800万が増えるの、うん、だから、かね、絶対に増えるわけじゃないけど、うんうん、だって1800万って今持ってたら、20年後も1800万じゃないですか。うんうん、だけど、うん、昔の1800万と、例えば20年後の1800万と今の1800万ってそもそも価値も違う。今持ってても1800万が1800万になるだけだけど、うんうん、投資をしたら1800万が、その1800万じゃなくなる
わけですよ、まあ、下がる可能性もあるわけですけど、そのお金の価値も変わっていくのに何もしないのはお金がの価値がどんどん下がっていくだけらしいんですよ。全部テレビで見たやつですけど。おにゃいやいや、娘が泣いてる。兄さんの説明で。いやあ、そう。そうか。なるほど。理解したいんですけどね。絶対やった方がいいってみんな言ってるから。みんなやってるじゃん。みんな結構周りの芸人やってるってこと。芸人はみんなやってないです。やってない。芸人はみんなやってない。芸人でも詳しい人いるよね。そういうのでも、ね、確かに。うんうんうん。本当に分かりやすいやつ教えてほしいですけどね。本当誰でも分かるやつ。うん、そうなんだよね。で難しくしてない、わざわざあれ何なんですかね。本当にちゃんと、うん、簡単にしようとしてくれてるかね。分かんない。やっぱバカが損するようにしてんのかな。うん、なんか本当に、うん、分かんない。なんか言葉がさ難しくない。え、言葉が一個一個がもうその、うん、なんか全部読むときもそのもともと分かんなくない、用語が。うんうんうん、それなんか、お笑い芸人ってもうそんな用語ないじゃん。ボケとかフリとかさ。確かにボケとかフリとか、ね、ボケとかフリとかさ、うん、そういうことしかないじゃん。そうですね。ギャグとかさ、そういうのでも分かるようにしてほしいですよ ね。簡単にね。いやー、今年はだからそれ、新ニーサを理解するを目標にしようかな。あ、いい、新年の決意。新ニーサ、うん、理解したら教えてよ。そうですね。ちょっと今度友達に教えてもらう会を開くって約束まではしたんです。あ、そうなんだ。はい、あ、そうなんだ。はい、ファイナンシャルプランナーの資格持ってる友達に教えてもらうっていうところまではいったんですけど。理解できそうだけどね。ねえ。ケイちゃんなら。そうだよね。やろうとしたんですけど、なんかわかんなくなっちゃったんですよね。なんかアプリでできるみたいになって、なんかそれも挫折しちゃいましたね。ダンスは詳しくないんですか？ダンスは一番わかんないです。一番わかんない。一番わかんないです、ダンスは。そんなこと。ダンス一番わかんないです、お金のこと。何もわかんないです。でもそういうことをだから全部やっちゃうからダンスがやらなくなっちゃうから、うん、そういうことだけはダンスに任せてダンスに教えてもらうぐらいにした方がいいんじゃないの？うん、そうなんですかね。やっぱりバランスとしてて家事もやって、うん、そっちも全部ケイちゃんがやる大変でしょ？まあね。うんうんうん、多分興味がないと思います。節約とか資産を増やすということに対して、あんまりお金に対する執着があんまりないんですよね。節約自体もそんなにダンサーはやんないんだ。うん、まあ、あのめちゃくちゃ散財するタイプでもないですし、うんうん、なんか節約家ではないと思いますね。そうか、なるほどな。うん、節約そうだな。新年早々そう節約の話であれですけど。で、相方はギャンブルで、すぐ金取られて。本当ですよ。本当にコンビどうなってるの？一生懸命せっせと貯めてるのに。水筒の水飲んでる時に。そうです。服も買わないのに、なんか高そうな服どんどん増えていくんですよ。ブランドの服いっぱい買って。おかしいね。おかしな話だよ、ね。おかしな話。なんか持って帰っていいよ今日。あのいろいろ置いてあるから。ケースかケータリング持って帰っておやつにして。お年が置いてあるね。置いてあるから。そうですね、みんなで協力するよこれから、ね、ありがとうございます。さあということでね、はい、それではそろそろ行きましょう。 This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready?The Radio Show! ネザラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここで電車の情報です。相模鉄道のホームページによりますと、踏切安全確認の影響で運転を見合わせていた相鉄新横浜線は先ほど全線で運転を再開しました。ただダイヤの乱れが発生しています。ご利用の方はご注意ください。さあということでナイツアラジオショー、今日は2時台にボル塾の皆さんがゲストに来てくれます。そして3時台にはパーパーの星野ディスコくんが来てくれます。はい、ゲストが2組ということでメールテーマはありません、はい、ゲストへの質問や、ナイツケイちゃんへの質問、番組を聞いての感想など送ってください。メールアドレスケイちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。そしてメールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。火曜日は黄色のサインペンとなっております、うん、メールには住所本名で
電話番号も忘れなく。はい、それではナイツザラジオショー、この後3時30分までどうぞお付き合いください。爆笑喜劇と歌謡ショーの豪華2本立て、演歌界の王子様初の一座公演、2月24日土曜横須賀芸術劇場、チケット好評発売中。お問い合わせは民謡インフォメーションセンター 03-3226-9999 まで。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎給付金のお知らせです。集団予防接種により B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方は最大3600万円の給付を受けられます。給付対象のご家族が亡くなっている場合、相続人に給付されます。まだ給付を受けていない方は給付を受けてください。特に現在健康な方とご遺族の方は給付を受けていないことが多いのでご注意を。また発症から20年過ぎると4分の1に減額される可能性があります。今すぐあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。あのさ、元号ってどこまで覚えてる？今が令和でしょ？その前が平成、大昭和、大正、明治。ちょっと待って、今大昭和って言わなかった？そう、じゃあもう一回ね。令和、平成、大昭和。ほら、紙製品を作る会社、大昭和志向産業。2003年の発売以来、皆様に愛され続けているニップンの冷凍パスタ、オーマイプレミアム。パスタ作り70年のニップンが自信を持つ麺と、こだわり抜いた具材がごろりどっさり、驚きのパスタをご家庭で。いつもをすごいにするパスタ、冷凍パスタはオーマイプレミアム。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの前田さん、お願いします。はい、県央道の八王子ジャンクション方面に向かう外回りは、相模原インターで大型トラックとワゴン車の事故のため6キロの渋滞です。東名高速道路の下りの大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの東山トンネルでの事故の処理は終わって、松田バス停付近で13キロの渋滞です。右ルートは工事のため利用できなくなっています。東京外環道の関越道方面への内回りは、外環三郷西インター付近に故障車が止まっているため3キロの渋滞です。神奈川県の国道246号線の下りは、厚木市厚木市立病院前付近でトラック2台の事故のため3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お伝えします。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 で、あなたが受け取れるかご確認ください。伊集院光です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている番組、伊集院光の種。メッセージテーマは日替わりです。皆さんからのお便りを次々と紹介していくことで、話の花を咲かせていきたいと思っております。伊集院光の種は今日夕方5時30分から。日本放送ナイツはラジオショー、この時間は日替わり企画です。今週は月一特別企画のこちら、三日月マンハッタン中峰のザ・お笑いクイズショー。
はい、うん、火曜の月一準レギュラー、はい、三日月マンハッタン中峰くんです。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。忘年会でね、はい、クイズを出してもらって、そうなの、盛り上がりましたよ。本当に去年のね、うん、年末の忘年会でクイズコーナーをやってくれっていうことで、僕本当にあの忘年会史上一番盛り上がったんじゃないかなと。マジで、ね、めちゃくちゃ盛り上がってました。逆に聞きたいですけど、うん、ああいうなんかパーティーみたいなのでクイズ大会やって、うん、あんなに全員があーって言ったの見たことあります？いや、あんまりなかったけど、あれは。そう。自分が言うほどではなかったです。あの、とで終わる R1 チャンピオンの時。だけど、誰かから言われるぐらいだったら、まあ、自分で言わない方がいいかなと思って。いや、もうずっと、年末から、年始までそれを、ちょっとカチンときちゃった。それをずっと噛み締めながら今日来たのに。もっと褒められると思ってきたのに。楽しい印象でね。そう。来たから。もっと。そのまま年越したんだもんね。そう、もう。もっと褒められると思って、ちょっと早めに来て。あんまり受けてない芸人が、めちゃくちゃ受けたって言うと、よく見てるから、東洋館とかで。ああ、いや、この場合はいいでしょ。もっと盛り上がるの俺人生で見てるから、ごめんね、なんか。違う違う、クイズですよ、クイズで。クイズで、クイズではね、盛り上がった。盛り上がりましたよ。盛り上がった、盛り上がったけど。いや、あれすごかったんですよ。120点みたいな言い方したけど、80点ぐらい。いやいやいや、あれは120出したでしょ、クイズ界で。どっちでもいいよ。クイズ界で120出したんですよ、皆さん。本当に。今年も、もう中峰くんのクイズコーナーは、これはもうね、盛り上がりたいので、いや、もうそうよ、やっていきましょう。今日もリスナーさんも今日はね、はい、したいと思いますので、参加できる楽しいクイズを持ってきましたんで、はい、じゃあ早速よろしいですかね。はい、じゃあ私の作ったクイズ、じゃあ行きましょう。第1問、うん、キングオブコントのクイズでございますけども、うん、はい、去年の優勝がサルゴリラということでございまして、サルとゴリラが入ってますね、うん、動物、うん、歴代キングオブコントチャンピオンのコンビ名の中に、サルとゴリラ以外に、あと4匹隠れてます。あと4匹？あと4匹います。動物が4匹。4匹いる。一応動物ということにしてください。あれはなしですね。虫とかじゃなくて。虫とかじゃなくて、なんていうんですかね。ブラザーズで人間とかはなしということで。その隠れてる感じ？隠れてます。隠れてるのもいます。例えば、なるほどなるほど。土屋さん。ロバートでバト、ハト。ロバー、ロバー、ロバーですね。ロバー、ロバー、ロバーとのハトは入れてないですけど、ロバーで入ってるんですよ。ロバーで入ってるんですよ。ちょっと、バットだ。なんかその、こじつけがブレるような間違い方やめてくださいよ、なんか。ロバーあるじゃん。ロバーあるじゃん。ロバーあるじゃん。ブレる。やだ、やだ間違い方やめてください。ロバーもちょっとっていうのは、確保したんですけど、まあ、見たいのもありますし、まんまのもありますよ。今の正解でしょ？ロバーが正解です。ハトはダメですよ、ハトはダメ。バートで恥ずかしい、バートでハトあんなになんか犯人見つけたみたいな顔してますみたいな、これはいいのみたいな、例えばで当てちゃうよみたいなね感じで言って、あと3匹います。あと2匹は、結構まんまで、1匹が、あ、わかった、あ、すいません、バッファロー、あ、素晴らしい正解です。すごい、バッファロー五郎さん、これで2匹ですね。なるほどね。あと2匹いますよ。最近、最近の人、最近といっても2010年以降、まあ全部10年以降か、大体。あ、わかった。はい。カモメンタルのカモメ。カモメ、正解。カモメだ。あと1匹です。あと1匹。あと1匹。あと1匹、まんまですよ。これはだから、優勝っていうのを忘れてるかもしれないですね。もう、売れてて、キングオブコントも優勝してるし、M1 も決勝行ってるし、みたいな人で、まんまなんですよ、もう。動物が、ほら、もううなずいてますね。あ、ど忘れしてんだ。デコボココンビです。背が高いのとちっちゃいのの。やべえ。あ、わかった。どうぞ。かまいたちだ。かまいたち正解。あ、イタチか。あ、イタチか。キングオブコントにチャンピオンなんだよね。そうなんですよ。だからもういろいろ売れすぎて優勝のイメージがね。確かに。意外と忘れる。かまいたち。で、いい問題。サルゴリラ、バッファロー、ロバ、ロバ、カモメ、イタチという。いいですね。ハトはごめん。ハトはごめん。新年一発目からもうハトがちょっと邪魔してきた。盛り上がった。あれですけど、続いていきましょう。続いての問題。これまた趣向を変えまして、うん、画像検索クイズという。画像検索 Google の検索エンジンで、言葉を入れて画像で検索することができるんですけども、うん、これがあの画像がいっぱいバーっと出てくるんですね。うんうん、一番最初に出てくる画像、芸人、芸人じゃない、丸か×かでお答えくださいと。なるほど、なるほど。3人とも、一問一答できますので。はいはいはい、じゃあまず、1個目。カタカナで、コロッケ。うわーこれは、芸人じゃないと思います。僕も芸人じゃないと思う。食べ物のコロッケが出る。ケイちゃんも食べ物のコロッケが出る。いや、俺は、
モノマネしてんの。モノマネしてんののコロッケさんが出る。が出る。これ正解は、皆さんも調べたら同じ結果が出るんですけども、はい、揚げ物のコロッケだらけでした。画像だと。画像だと。やっぱそれはそうだよ。画像だ、罰ですね。食い込めなかった。コロッケさんも。食い込めないですね、全然。踏まえまして、続いて、はい、ひらがなで、さんま。これどうでしょう。いや、これはひらがなでさんまでしょ。だけです。さんまさんとかでもなく。基本、は、芸人とかって入れないとなかなか出ないんです。普通はそうですね。いやでもひらがなだったら俺はさんまさんだと思うよ。なるほど。やっぱカタカナか漢字だと思う。そうですね。魚の方は。うん。私はさんま、魚だと思います。ケイちゃんは魚。俺も魚かな。魚。うん。正解は、芸人のさんまさんです。よっしゃー！すげー！素晴らしい。やっぱりひらがなかカタカナかはあるのかな。あると思いますし、ただ今日時点で調べたら、うんうん、芸人のさんまさん、うん、魚さんまさんなんで、結構今半々ぐらいですね。結構競ってるんだ、魚対さんまさんは。って言われたらそっか、同じぐらいだもんね。さんまさんでもやっぱり競る、うんうん、競ってます。それもいないでしょ、これを超える人。さんまさん超える。さんまさんだ、まだあります。続いて踏まえまして、はい、それを踏まえて、はい、カタカナで、はい、ニューヨーク。あー、なるほど。はい。うまいね。うまいね。この、食べ物と来て。はいはいはい。ニューヨーク。いや、これも。いや、これはでも、写真ってなんだ。ニューヨークの写真ってなんだっていうことになるから。そうなのよ。ニューヨークって、ね、潜在とかネットニュースなり。ちょっとね、でかすぎて、逆に、あんま調べないんだよ。年になるだろうっていうふうに思ってるところで引っ掛けて、俺はニューヨークの景色が出てくる。ニューヨークの景色。うん、私もニューヨークの景色。ニューヨークの景色。はい、いや、俺は芸人で行きますよ。芸人の。はい。これ正解は、完全にニューヨークの景色。景色なの？景色です。景色なの？街並みが。そうだ。だって1位だよ、だって。ただでも、今からニューヨーク売れてきたら、抜くかもしれないですからね。そう。踏まえて、はい、もう一個いきますよ。漢字で。うん。錦鯉。うわー。あー、なるほどね。そっか。そうだね。錦鯉、ね、前川清さん、前川清さんの写真が出てくるんじゃない？これ。錦鯉って歌があるんですか？なんだろう、錦鯉。魚が出てくるか。だからさんまさんの場合はさんまさんが勝ちましたから。いや、錦鯉は芸人じゃないか。ああ、なるほど。コンビがポコンと出てくる。もう完全にもう、こんにちはの正則さんが出てきます。いつもの洗剤のやつですね。あの洗剤が出てきます。だって恋とかで調べると思うよ、普通に。なるほど。錦鯉では検索しないと。確かに。私も芸人かな。芸人、3人とも芸人。漢字でしょ？漢字で錦鯉です。正解は、芸人、正解です。いや、すごいな、錦鯉。これに関しては、うん、2年前にライブでこのクイズやったんですけど、うん、その時の錦鯉だと魚だらけだったんですよ。かっこいい。で、今日検索したら、芸人、魚になってたんで、ここ最近で追い抜いてます。すごい。Google 検索で。すごいね。で、また錦鯉さんが落ち着いたり、錦鯉、うん、の魚の方が売れたらまたひっくり返ります。魚売れる。魚が。魚売れる。話題になると。鯉のブームが来たらね。ひっくり返りますから。これありますからね。面白いな、これ。じゃあ、ちょっと、いきますよ、これ。ちょっと、これも言ってみましょう。漢字で、土屋。え？漢字で土屋？土屋だけで検索したときに、土屋さんが出てくるか。絶対タオ。あ、土屋タオさんの方が先に出る。タオが。じゃあ、罰ですね。うん。あ、そう。それは罰。土屋の中でも誰が出てくるのかっていう。ナイツ土屋が一番。あ、そうしますか。一応調べてあるんで、何人か出てきました、確かに。俺はタオだと思う。土屋、あんな。私もあんなだと思いました。じゃあ、1位から発表してください。順番、はい、出てきた順番から、まず1位が、土屋圭一さん。これはドリフトキング。ドリフトキング1位なの？元レーサーが。未だに？まあ、1位というか画像が先に出てきただけですからね、これ別に。でもそうか1位っていうものじゃないですけど、その、どういう順番かなってまだ、定かじゃないんで。だって、うちらが出てくる前はもう土屋と言ったらもう圭一。そうですよね。あ、そうなんですね。だから、それか。それが今1位です。そして、2位が土屋太鳳。うん、タオさんですね。うん、そしてここ3位、これが表彰台ですよ。はい、3位が、土屋春樹さん。野球選手の。野球選手に土屋春樹くんっていう選手がいるんですよ。その子が出てきて、その次で、やっとナイツの土屋さん。4位ですので、ファイナルに進めない順位です。土屋春樹。4位か。土屋春樹さんって、後で見たら出てくる。まあ、画像で出てくると思うんですけど。はい。アンナは？アンナは、ざっと見た感じは出てこなかったです。マジかよ、はい。結構下の方にあるんじゃないでしょうか。あ、そう。はい。踏まえて、カタカナ、ひらがなで、ケイさん。カタカナ、ひらがなでカタカナでケイ。ケイ。ひらがなでサン。いや、ケイだけだとあれだよね。
ケイさん。ケイさんでケイちゃんが出てくるのか、他のケイさんが。え、他のケイさんって誰？だから、あ、でもいなくない他のケイさんって。ケイさんだったら私出てくんじゃないの？そうか、はい。もう絶対に。相席とか抜かしてでしょ？そうです。相席とか入れないです。ケイさんだけ。さん付けだからね。さん付けってところがポイントだよね。そうですね。その、後輩たちが、いっぱいつぶやいてたりとか。なるほど、なるほど。言ってないといい。画像ですからね。もう見たことない美容家みたいな。そうそうそう。可能性がありますよ。そう。僕がね、だその、酵素がいいのよとかっていう人が出てくる。元レーサーみたいに言うかもしれないですからね。これは私だとさせてください。ケイちゃんはもう芸人。私。チアさんは、はい、わクリスタルケイさん。クリスタルケイさんが出てきます。カタカナか。クリスタルケイカタカナですか。カタカナあるかもな。うん、花澤さんのどこかの美容家。の、うん、美容家。なるほど。お願い。はい、これ正解はダントツでした。お、芸人のケイちゃん。もう嬉しい。ダントツ。ダントツ。すげえな。もう全画像ですね。最初の何枚かも。ケイさんでもう出てくるんだ。ケイさんでいけるんだ。ちなみにケイちゃんで検索したら、はい、なんかね、群どっかのおぎやのケイちゃんっていう、うん、なんか鶏肉の味噌炒めの元みたいなのがバーっと。出てきて、ね、ケイちゃんね。あるんですよ。6個くらいやってとケイちゃんが出てくるっていう。なるほど、なるほど。ケイ界ではもうすごい。すごい。嬉しい。すげえな。嬉しい。じゃあ、ケイさん。もう一個いけますかね。もう一個いける。行きたい。じゃあこれ、ラストいってみましょうかね。うん、これもだから、何も関係ないですよ。はい、今のを踏まえて、うん、現在の Google の検索を予想してください。はい、面白い芸人で検索したとき、誰が出てくるでしょう。こう、ぼーっと出てきた。面白い芸人で出てきた。面白い芸人。はい、そも今現時点です。明日には変わるかもしれないです。面白い芸人、サンドイッチマンだと思う。なるほど、うん、私千鳥さん。千鳥さん、うん、一応6個、うん、6位まではメモってあるんで、うん、そのもし1位が当たらなかった画像だもんね。画像です。画像の順番です。面白い芸人で、じゃあ令和ロマン。なるほど、あ、なるほど、急上昇。土屋さんはいい考えだと。そういう話題に上がった人が多分画像検索には、ね、出やすいと思うので、うん、じゃあ1位から発表してみます。はい、1位、うん、千鳥さん、正解。すげえ、すごい、ケイちゃんすごい、すごい。そして2位が、うん、チョコプラ。ああ、なるほど、テレビだねやっぱり。3位が、うん、アインシュタインの稲田。これはなんかね、髪の毛を上げて変な顔してる、面白そうな顔してる、写真が、画像がバズって、画像が、うん、で4位タイムマシーン3号さん。ああすごい。で5位ひょっこりはん。6位阿佐ヶ谷姉妹ということで、だ結局Google が何を持ってるのか最後まで分からなかったという。本当ですね。本当にクイズというよりはもうゲームになってしまったという。よく当たったな。で出てくるんだ画像が。そうです。これも先月ぐらいやった時は違ったんで、毎月話題になったりとかすると変わるという。なるほど、ね。遊べますんでぜひね、使ってください。画像検索クイズございました。すごいな。いやー、今日も。今月も勉強できました。盛り上がりましたね。ラジオを変えてありがとうございます。中身も何かお知らせありますか？うん、はい、1月の28日に渋谷バグチカというところで、三日月マンハッタンが、ザセカンド対策ってわけじゃないけど、トーナメント戦の練習をするライブという。すごい。はい。あの、6分ネタを2本やるという、別にザセカンドに。そうですね、リニアと、セバスチャンと、あと、園芸温泉がゲストで来て、まあ、練習相手として4人でトーナメント戦をする練習をするライブというのをやります。よかったらぜひ来ていただきたいと思います。ということで、三日月マンハッタン中峰のザ・お笑いクイズショーでした。中峰君、ありがとうございました。ありがとうございました。今週の日本放送ラジオリビングは新春初売りウィークを開催中。豪華寝具福袋など新春ならではのお得で嬉しい商品が勢ぞろい。今週の日本放送ラジオリビング新春初売りウィークをどうぞお聞き逃しなく。リスアニライブ2024、1月27日28日の2日間、日本武道館で開催。1月27日の出演はアイドルマスターシャイニーカラーズからイルミネーションスターズとコメティック、内田優馬、フィクションジャンクションほか。チケット好評発売中。詳しくはリスアニライブ公式ホームページまで。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ50万円から3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者のおよそ5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも、給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。
また他の事務所で断られた方もご相談ください。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後にこの給付金には請求期限があります。準備期間も必要ですので、まずはあなたも給付の対象か今すぐご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。続いてハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。今横浜12度、少し暖かくなってきました。さて、二宮町東山は早咲きの菜の花がそろそろ満開となっていきます。そして1月13日から2月18日まで菜の花ウォッチングというイベントが開催されます。まずコロナ禍ではできなかったスタンプラリーが復活します。駅や観光協会に地図がありますので7カ所巡ってください。また期間中、加盟店でのご利用対象のレシートラリーというのも店舗を増やしてパワーアップします。それから JR 東日本主催の駅からハイキングも開催。菜の花の他に今二宮町はオリーブにも力を入れているので、オリーブ畑も巡る予定とのことです。朝9時に受付です。その他週末には地場産品の販売や日によってダンスや演奏なども行われます。詳しくは二宮町のホームページ菜の花ウォッチングをご覧ください。東山は360度の大パノラマです。菜の花に加えて富士山も近くに見えます。その他にも魅力あふれる街ですので、この機会にぜひ行ってみてください。以上、横浜のスタジオより久米千恵がお届けしました。久米さんはなんかそういう投資とかね、はい、なんかよくあるじゃないですか、NISA とか。そういうのってあんま詳しい、全くやってないんですよ。ねえ、ね、私も知りたいです。そうですよね、なんかちょっと一回勉強会やりましょう。お願いいたします、ね、ありがとうございました、はい、ホーユーの福田裕太です。僕たち主演の舞台、隅田川ヤングロード物語2、ああ青春はマサラの香り、1月25日からサンシャイン劇場で上演。自分たちで劇団尺伸ばしと呼んでしまうほどアドリブの応酬で盛り上がりすぎてしまうこの舞台、ぜひあなたも笑いに来てください。詳しくは公式ホームページで。時刻は1時52分です。続いて東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さん、お願いします。はい、お伝えします。能登半島地震の続報です。石川県で最大震度7を観測した能登半島地震の発生から今日で9日目となり、県によりますと今日午前9時の時点で亡くなった方は182人に上ったほか、連絡の取れない安否不明者は120人となっています。うん、また被災地域で避難所に身を寄せる人は2万8000人以上になっています。さらに道路は各地で寸断され、輪島市と珠洲市を中心に少なくとも3300人以上が孤立状態にあります。小中学校や高校は新学期を迎えましたが、学校の校舎やグラウンドに亀裂が入るなどの被害が出ていて、輪島市や珠洲市などを中心に80校以上で再開延期または未定という状況になっています。そんな中、今日午後1時からは地震直後の火災で全域が焼失した輪島市の観光地輪島朝市で、警察がおよそ100人体制の大規模な捜索を行っています。そんな中、政府は今日能登半島地震の被災者を支援するため、2023年度の予備費から47億4000万円を支出することを閣議決定しました。岸田総理大臣です。震災対応のための予備費47.4 億円の支出を決定いたしました。プッシュ型支援を加速させるため、迅速に執行し、被災地の状況改善に充ててください。急な出費が必要な際に柔軟に用いることができる予備費を活用し、被災地からの要望を待たずに物資を送るプッシュ型支援を強化します。そのプッシュ型支援について、被災した自治体からの要望が少しずつ変わってきていると会見で話す松村防災担当大臣です。パン、おにぎり、水、毛布、
こういったものから、無洗米、レトルト食品、お茶、体拭きのシート、ドライシャンプー、こういったものに変わってきております。こうしたニーズをきめ細やかに現場との打ち合わせの中で捉えまして、対応を進めてまいりたいと。また感染症拡大や災害関連死を防止するため、良好な避難所の生活環境整備は、これはもう言うまでもなく喫緊の課題であると認識をしております。このため、仮設トイレや暖房器具、マスク、消毒液等の必要な機材、物資等を、プッシュ型で支援をしているところでございます。さらに松村大臣は、石川県が旅館やホテルなどへの自避難への取り組みを進めていくことで、被災者が安心できる環境が確保されるように連携して取り組んでいきたいと述べました。この時間のニュースは以上です。遠藤さん、ありがとうございました。野崎建築工業は、あなたの住みたい家づくりを応援します。野崎のコンフォートシリーズは、販売、施工、アフターサービスまで、自社一貫体制でお住まいを提供。フリープランで叶える家族の夢、東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。はい、メールいただいております、はい、コールマンさん、ニーサについて知りたがっていた K さん、はい、来月2月13日に吉本芸人大集合、うん、ニーサの日、え、面白いニーサアカデミー、何それ、という今の K さんのためのライブが東京証券会館のホールで開かれます。さまざまな芸人が出演しますが、その中に今日のボル塾もいます。ボル塾にその話しろって言われました？言われてない。なんか今日それの番宣みたいな、あ、全部なんで繋がって、2月13日の日だ、やるってよ、吉本芸人大集合で、私を呼んでよ2月13日。あ、このラジオしか入ってないからいけるいけるよ、ラジオ終わりでいけんじゃん。ラジオ終わりでいけますよ。結構でもなんかLINE 来た、俺も今ラジオ放送中に、放送中に、うん、教えるよって、なんか非課税のなんとかですとかって、なんかこう、でもそのこと、うん、非課税とか言うと、もうそのなんか、ね、うん、何もよ、何なんか投資信託の非課税ですみたいな、投資信託もよくわかんないんだよ、うん、え、12時半から、うん、あ、じゃあ無理じゃん、いけるか、なんで中継でなんでで、そんな、あ、そお昼にやるんだ、平日の昼間にやるの、このライブ、ないよね、ボル塾行くってよ。じゃあ今度、じゃあボル塾に教えてもらったらいいですね。ボル塾はもうすでに知ってたりするんじゃない、兄さんのこと、これ呼ばれるってことは。ボル塾知らない、教える側に出る、教える側なんじゃないの、教える側に出る、大集合ボル塾兄さんやってんのなんかイメージ変わるんですけど、意外ともう若い子の方がもうやってたりするのかもしれない。でも若い子の、10代の子が今もやってるらしいですよ。学校で習うから、うん、大学生とかはみんなやってるとかって言うとあれかもしれないけど、学校で習ってんだ。で、学校でだって投資の、投資とか資産運用の授業みたいなのあるって今言いますよね。絶対あった方がいいわ。まあ、うちらの時なかったもん、そんなないですよ。そうだよね。若い子の方がやってるって。やってるかもしれないよ、これは。説明するのかな。聞いてみよう、田辺さんにこれ。田辺さんは、こちらの世代ですから。若い子じゃないから。草笛光子の声にちょっと似てない、最近。え、草笛光子さんの声と何なんですか。ボル塾の YouTube 見てたんだけど、あのなんとかはねちょっと、ちょっと俺、草笛光子さん今喋ったの、清水美智子さん以外に、じゃあちょっと草笛光子さんモノマネできるかもしれないね、田辺さん。まあね、なんか草笛光子さん、草笛光子さんですか。まあね、それ草笛光子、私はボル塾よそんなこと、草笛光子よ、草笛光子さんですかね次元大輔出てるわよ、アマゾンプライムのこの後2時からボル塾登場。どうも、さやかです。僕スポティファイ使い出してんけど、めっちゃええな。ええよな。お前何対何で使ってる？何を？スポティファイの音楽とポッドキャストやん。何対何？俺は6対4ぐらい。僕は10対10やね。数字おかしいやろ。いや、どっちも全力で楽しんでるから。意味が分かれへん。音楽もポッドキャストも無料で楽しめるスポティファイ。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、脊面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ。ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。
まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買取はカメラの北村。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ザ・ラジオショー2時です。時刻は2時になりました。お天気をお伝えしましょう。けいちゃんお願いします。はい、では関東地方の天気をお伝えします。関東地方今日の天気は晴れ、日本放送屋上の温度計は 8.5 度を指しています。関東地方は午後も日差しがたっぷり届く見込みです。夜も晴れの天気が続くでしょう。最高気温は10度から12度くらいのところが多い予想です。昨日と同じくらいか高いでしょう。広い範囲での空気の乾燥した状態が続きます。火の元、火の取り扱いにご注意ください。以上天気予報でした。はい、ありがとうございました。はい、まあね、はい、兄さんの説明もすごい来るんですけど、ありがたいですけど、やっぱ長いからね。長いもんね、完全に、うん、でも要は投資だから失敗する可能性はあるってことなんですよね。っていうことなんですけど、保証されてるわけではない。それでも 100% やった方がいいの？テレビでに出てる人は絶対やった方がいいって言ってたんですけど、なるほど、まあ、失敗しない、しないのかな。まあなんかリスクをする、うん、どうするかな、うん、それも選べるんじゃないんですか、わかんないんですけど、そのリスキーなやり方とあんまりリスクがないやり方と、うん、ってことなのかなとは思ってるんですけど、うん、年金とかとは違うんだね、根本的に。そうですね、ただお金を渡してそれが返ってくるというだけではないということですね。そこら辺も2月13日にやりますので、どっちですか、草笛さんはだから出ない、兄さんの日は来てくださいね。草笛さんは出ないんだ。次元大輔に出てます。アマゾンプライムの実写版、実写版の次元草笛さん。草笛さん出てんの？何役？出てます。何役なの？銃を直す役です。銃を直す役、次元大輔の銃を直す役で出てます。バスを運転して突っ込みました。結構いろいろね、実写版が今やってますんでね。兄さん以外の、ね、メールも来てますけど、はい、ブサイクルショップさん、K さん、はい、娘さんが味を占めて芸人の道を歩ませたくない気持ち分かります、はい、でも安心してください、うん、娘さんには2代目ジョバーナの道があるじゃないですか。すごい、今のうちからジョン・レノンさんにご指導いただきましょう。いいのもう一回ジョバーナの最短の説明をしまって、初めて聞いた人分かんなくなっちゃうんで、私が高校生の時に友達と組んでたギャルバンドです。ギャルバンドです、はい、やっぱり兄さんより入ってくるジョバーナの方が入ってくる、やっぱ兄さんより。新ジョバーナ、うん、新ジョバーナ。ありがとうございます。はい、さあということで、はい、この後はゲストコーナー、ボルジュクの皆さん登場です。相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800、 東京税理士会所属税理士法人48。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。個性おいしいコーナー、おいしいよな、シェキひとふり最高な、うま辛コーナー、乳酸菌いるニュータイプなキッチンキャンプ、みんな飲み方、個性おいしい
味しいコーナーキムチパウダーシェイキヒットフリ最高なうま辛コーナーチェイキロー5世 Welcome to the radio show Guest show Let's get startedお待たせしました。毎日2時台最初はザ・ゲストショーと題してお届けしていきます。本日のゲストこちらの皆さんです。どうもぼる塾です。お願いします。お願いします。お邪魔します。なんか前田辺さんだけ一人で来たよね。そうなんです。ちょうど本を出した時にこちらで占いの本ですよね。いや占いいや占いって言ってたんですよね。 CM 中言ってたやつ。占いヒーローさんみたいな占いやった方がいいよ。占い師の素質ありますよね。いやありますね。なんか見えないはずなんですけど、結構普段から予言してくる。予言してくる。はい。あんたなら大丈夫だよとかよく言うし。そうだけど何の本でしたっけ。スイーツの本を。スイーツだ。そうです。その時にね、前来てくれたんですよ。はい、いろんなおすすめのお菓子も紹介させていただいて。あ、うん、あらそこから2年経っちゃいました。あ、2年経った。2年だ、ね、早いよ、時の流れは早い、ね、時の流れは早い早いもので、ね、早いもので。今日は3人で来ていただきました、はいはい、させていただきました。ね、ゴニサカヨリさん入ってまね、はい、ザ・W も出てましたけど、はい、これもだから4人の時と3人の時とまだいろいろあるわけ、うん、形が。そうですね、うん、なんか劇場とか吉本には劇場があるんで、うん、その劇場とかは4人で出たりもするんですけど、うん、これテレビとかラジオだと、うん、なんか何に出て何に出てないみたいな問題出てくるじゃないですか、うん、あ、なるほどね。そしたらもう坂寄さんが一旦やめとくってなって、ああ、そう、やっぱそのお子さんもまだその、うん、なんていうんですか、手が離せないというか、急に休むこともあるんでみたいな感じで劇場だけ今立ってます。になって、はい、そうかそうか。この前のザ・ダブルで初めて見たっていう人結構いたんじゃない。そうだ、ね、そうだと思います。ほとんどの方がそうだったと思います。社会より4人で、はい、ね、細さをすごい心配されてる。そうなんですよ、ね、なんかダブルの決勝出てネットニュースの一番目の見出しがもう、はい、あのガリガリすぎるっていう心配で。いやだからあれだから普通多分坂浦さんだけでここに来たらそこまで心配じゃないと思うんですけど、どうしても私と田辺さんが隣にいるっていう。そ, れもあるのか。それもね、ちょっとそう見せちゃうというか。坂浦さんはでももともと、もうああいう細い方なんでしょ。ああいう細さで出産しても変わらず。はい、変わらず。でも誰よりも3食きちんとしっかり食べるようになるんだ。ご飯は食べてるんですよ。二人が食べ過ぎてるんじゃないですか。ぶっ飛ばすよ、あんた。喋ったと思ったらさ。何ぶっ飛ばす。ぶっ飛ばした方がいいんですよ、こういうの。いいよね。一旦ね。一旦ぶっ飛んだ方がいいよ。兄さんとか分かんないでしょ。分かるわ。兄さんって言っちゃってますもん。兄さんのなんか吉本のライブにぼる塾出るんだって。はい、私が一番興味ある。え、知らなかった？私たち兄さんのライブに。あ、なんかメール来てたんだよ。2月13日。2月13日のなんかライブ。近々だ。ぼる塾も出るらしいですよって。本当だ。兄さんを勉強するライブ。まだ聞いてなかった、マネージャーさんから。いや、多分スケジュールには入ってるんですけど、ちゃんとは多分聞いてなかった。忙しくて何の仕事してなかったですね。兄さんの日にが、兄さん詳しいってわけじゃないの。ないですないです。あ、そうなんだ。もう何が何だかわからなくて。でもアンジさんとはるかさんのさ年代だとこういうの習ってないの、学校で投資とかさ。習ってないです。私たちそのギリギリやってない世代なんですかね。29なのでわかんないです。わかんないことばっかだよ、生きてたらね。わかんないことばっかり。どうしたらいいんですか、こう。もうわかんないことはもうわかんないで。そのままで。そのまんまでいいんですよ。もうわからないことには手を出さない。でもね、新しい学びっていうのも大事ですね。やっぱ見えてないですからね。見えてないですからね。なんか説得力あるんだけど。占い師っぽい口調ではあるんだけど。口調だけですから。そこはもうしょうがないですね。しょうがない。見えてないんですから。やっぱ学びも大事だから。大事、大事。いいね。長老みたいな。やだ。ぼる塾の長老。そうだよね。でも4人でザ・ダブル出て、反響とかも結構やっぱあったんですか。ありましたね。やっぱその
なんか見やすくなったじゃないですけど、よりバランス取れて見えたとか、あそうか、はい、でもやっぱ一番多かったのはやっぱ体型ですよね。びっくりだよね、こんな満を持して4人で楽しみにって出て、あそれなんだ見出しっていう。だから3食食べるけど、はい、あんまなんかあれでしょ、あの肉とか食べないの。いやホルモンが大好きで。ホルモン食べんの。そう、もう私たちはね、あもう私はまだ食べれるか、アンリとかハルちゃんはもうホルモンとかさちょっとだよね、ちょっと昔よりは食べなくなって、本当若いじゃん、若いですけど、でもなんかやっぱ今まで食べすぎて、なんかもう早く来ちゃって今までめっちゃ食べてきちゃったんですすごい食べてたんですよ子供の頃から、はい、ホルモン、もうホルモンだけじゃなくて、もう私もうおやつとかそうお菓子とかあんま食べなくて、子供の頃からとにかくご飯が好きすぎて、だからおやつもご飯みたいな、だ何食食べるんだっていう生活を本当子供の頃からしてて、だからもう完食でご飯行ってたんだ。そうなんです、だからもう両親に心配されて、あの炊飯器を届かないところに置かれたりとか勝手に食べちゃうからね、はい、そう勝手に危ないものみたいな感じで届かないところに、それぐらいやるぐらい食い意地張ってた人生だったんで、本当に25、6で来ちゃって、急に油が本当にあのヒレになる時とかハラミになるみたいな感じがちょっと早いんですけど、ダメですね。この間お好み焼き行った時もさ、私はもうたくさん今までもう欲しいものを全部好き勝手に頼んでたんですけど、アンギがいや一旦ちょっとずつの方がいいって言ってて、あアンギ大人になったなと思って、そうなんですよ昔よりね、それはそうでしょ、いっぱい頼んじゃ食べれないでしょ、いろんなもの食べたい、はい、いろんなもの食べたい、もう食べれる、あ全然まだまだいけますね、すごい、それでもまあちょっとだけね落ちたよね、落ちたというか、田辺さんはなんかやっぱり恥じらいがある方なんで、その食欲は落ちてないんですけど、二人がこんなに食べてないのに最年長の私がこんなバクバク言ってていいのかしらっていう、こう気遣いさん、気遣い、気遣いさん、はい、だからもう本当はお好み焼きも一枚一人で食べれるけど分けましょうっていう方なんで、合わせちゃうんですよねこっちに、なるほどね、はい、それが申し訳ないなと思って、あ全然食べれるんだ、いやそうですね、多分本当は食べれます一番食べるじゃん、はい、いや申し訳ない、恥じらいがねあるという割にはあれですよね、はい、ロケ中に何でしたっけ、なんか食べれないからってトイレに立てこもってそうですそうです、田辺さんが、田辺さんあのスイーツロケやっぱ多いんで、うんうんうん、その甘いものをたくさん食べるんですけど、うんうん、やっぱ甘いものってこう蓄積していくというか、胃袋は空いてるんですけど、うんうん、そう受け付けなくなってくるというか、うん、でその時も 5,6 店舗回ってたんですかね、うん、1日で、うん、で5店舗目ぐらいでそのカレー屋さん、うん、カレー屋さんにロケ行って、そのカレー屋さんのスパイスを使ったジェラートを食べるみたいなロケがあって、でなんか台本に書いてあるボケ案で、私とはるちゃんがそこでカレー食べちゃうみたいな、なんであんたたち食べてんのよみたいなのがあったんで、それをやったんですよね私とはるちゃんが。でやってる中、田辺さんも突っ込んでくれてたんですけど、はるちゃんがその下りの中でポロッとこう余計な一言というか、いや田辺さんはほら早くジェラート食べて、あの食レポしといてくださいよって言ったら、それがもうカチンと多分正当なんですけど、でもちょっとこう一日のやっぱ積み重ねが来て、その一言で来てしまったんですよね。食レポなら毎日毎日やってるわよって急にロケ中にお笑いとかじゃなくて、じゃなくもう怒り出して、でもそれもまだお笑いかなと思って私パッて見たんですけど、もう田辺さんもうテレビに映れるような顔してなくて、うわどうしようってなって、じゃあもうちょっともういいってって言って、そのスパイスカレーのお店のトイレに立てこもりまして、うん、で私その時にもう走馬灯のようにその日の一日の流れが浮かんできては辛かったんだ、しかもそのカレーの店舗に入る前にそのカメラとかのセッティングしてる時にやっぱ香りがカレー屋さんなんでするじゃないですか、でちっちゃい声で私にだけ聞こえる声で、私だけカレー食べれない流れよねっていうのだけ聞こえてたんですよ、カレー食べたかった、カレー食べたかったんだと思って、でその私がそのディレクターさんとかが困ってってたんで、どうしましょうってなってたんで、多分カレーが食べたいんだと思います。何でも無言で立てこもってるから、はい、で何でってなったんで、そのディレクターさんたちがじゃあ集まってどうしようって言って、あのスパイスカレーってこうあのいろんなカレー、豆カレーとかチキンカレーとかで、あの銀のちっちゃいお皿あるじゃないですか、器、あそこに田辺さん用のあのミニカレーを作りまして、あのトイレの隙間にちょっとカレーの匂いを振って、田辺さん、ちょっとカレーがあるみたいですって言って、そしたら出てきてくれて。金瀬健次郎だよ。懐かしい。
ないだろ。お兄ちゃんじゃないから。本当やだ。やだ、金八先生。やだ。いやでももうあの時はもう本当甘みがもう、もう訳が分かんなくなって、もう何食べてんだかもう分かんなくなってきちゃって。だからスイーツ好きとは言えね。好きとは言え。カレー好きだしね。そう、カレーが。カレーが。カレー大好きだから。カレー好きは。でもスイーツのキャラだからね。それはしょうがないよね。しょうがない。やってる人はね、やっぱりここの店のスイーツもやっぱやってもらいたいから。ぶち切れ、もうぶち切れたあの時はもう私今まで怒ったことないんですよ。多分怒った本当に、ね、そうなんですよ。Kさんは ね、もう私本当ずっと穏やかでしたよね。まあ、確かにね。そうなんか文句とかは言っててもキーとかはない、はいはい、淡々と言ってるイメージ、はい。なんかどっかに立てこもってこんな意思をね。それが素晴らしかったからな。はい。ぶち切れた。ぶち切れて。すぐ収まったの。その怒りは。カレーを食べたら収まって。逆に怖いわ。それで収まる方が。いや本当に。でも今動物じゃないか。動物じゃないか。今まではね感情爆発させたことがないから、多分させ方も下手くそなんでしょうね。突然来るから。でも、はい、もう立てこもるしかない。カエルさんやっぱいろいろ人生経験多いんでしょ。なんかね、なんかその。ずっとねディズニーで働いてたんだよね。そうですね、ディズニーで働いてた。怒ったことないでしょ。あ、怒ったことないです。その時も、はい、楽しかったですし、そこからでも芸人になるの間がちょっと空白があるんだよね。そうですね、空白はちょっとニートをやってて、あ、でその間にギャルになってとかで、渋谷でパラパラ踊ったりとかして楽しかったですね。楽しかったね。本当に楽しい人生だった。ギャル時代知らないでしょ。知らないですね。あの芸歴も2年先輩なんです。もともとが先輩だったので、はい、だからあのもう入った時にはもういらっしゃったので、そうか、はい、27からギャル始めて、いやそう27からで10個下の子たちとパラパラ踊って27からなんでそういう感じになったの？なんか溶け込めたの？溶け込めました。今でも仲いいです、その子たちと。そうなんだ。溶け込んで毎日渋谷の109だったり92行って、で、うん、いろんな、あとクラブ行ってウェイってやったりとか。ギャルやめた理由何でしたっけ？あ、ケンタッキーが食べられないから。あ、そうそうそう、そう、ギャルがアイスしか食べないんですって。ギャルってケンタッキーってもうあの昔あったじゃないですか、アイスのドリンク。ケンタッキーあれしか飲まなくて、なんかチキン食べないらしいんですよ。で、田辺さんからしたらそのケンタッキーに入ってチキン食べないって何事、私たちこの子と合わないってなって、それまで仲良かったんですけど、ギャルやめなきゃってなったら、結局食べ物なんだ。確かに全部価値観なんだ。全部食べ物だ。そうですね、ついていけないと。一番最初に食べて美味しいと思ったのって何？人生で。ああ、やっぱね、うん、あれですね、うん、あのヨックモックのシガール。あー、美味しい。美味しいね。あれ絶対れケータリングとかあるとやっぱテンション上がるね。あれは本当幼稚園の時に覚えてんだ、はい、食べた時震えて、何この美味しいものは。自分の家、友達の 家自分の家で出てきた時に、うん、あらーと思って、あれはやっぱ多分一生好きですね。何が一番好きな食べ物は。あ、でもやっぱクッキー、焼き菓子が好きで。じゃあまあでもそのルーツがやっぱりクッキー、はい、令和ロマンね、クッキーに未来ないって。ああ、これからなのに。分かってない、分かってない。あれ田辺さんしか言えないですね。令和ロマンどうでしょうか、田辺さん。今年の令和ロマンはこれから令和ロマンもこれから。これからだけど、クッキーこれからですか。あ、クッキーこれからです。あ、そう。いやでもこれ占い師の振りしちゃってます。分かるわけないよ。すいません、すいません。あのクッキーはあのクッキーのこと喋りたくて、クッキーのこれからは絶対あるわけ。あ、あります、あります。今デパートでクッキー店、その新宿の方で今ちょうどこれから開催されますし、で、あの10日ぐらいからかな、そのスコーンパーティーというものが銀座界隈でも行われます。デパートでクッキーって別に何でも美味しいけど、なんか伸び率ってあります。あります。バリエーションがそんなないんじゃないか。そう見て、あ、こんな味しそうと思って食べて、そんな味のものがクッキーっていう。天井が知れてるという。いやいやいや、まだ食感、小麦から何からね、全部砂糖を使うもの、バター使うもので全然味も食感も変わってきますしね。あとここ最近の流行りですと、やっぱスパイス系のクッキーっていうのがとても流行ってますね。スパイス系
紅茶とローズマリーの合わせとかシナモンの合わせとかね。クッキー缶も可愛いですよね。あ、そうです。あなたいいですね。認められますよ、ね。あなたはね、生テレビでいけるんだよ。クッキー以外何も語れないですけどね。令和ロマンのこと一つも言えてなかった。クッキーになったら人が変わったみたいな。クッキーに何が合いますか、やっぱり。やっぱお紅茶ブラックティーなどがいいですね。ブラックティー。何ブラック？ストレートティー。あ、ストレートでブラックティー。あ、美味しい。あ、そうなんです。美味しい。あ、でも、ね、結局ね、コーヒー、紅茶、全部。水でもいい飲み物はその人それぞれですよ。お願いします。私はね、紅茶が好きなんであれなんですけれども。いやだからいつもなんか YouTube とか見ててもさ、うん、3人仲良くさ、はい、なんか面白いよね、なんか俺ずっと見ちゃった。あら、嬉しいですね。だってドラゴンボールの話とかしてんだよ。そうなんだ。いやもう私誰が今アンニちゃんがあれだけ途中までしか読んないんだっけ。途中までしか読んでなくて、あの亀仙人とクリリンがあの戦う戦うっていうか、その、うん、なんかね、やり、まあ、大会修行みたいな、はい、武道会。あ、そうですそうです、武道会で。そこなんだまだ。いや、そうなんです。私たちそのドラゴンボール世代じゃなくて、通ってなくて、だけどあまりにも坂寄さんと田辺さんが、うん、全部の例えがドラゴンボールなんです。坂寄さんと田辺さんが好きなんで。大好きで、めっちゃ好きで、会話の中に必ず出てきて、でもそのドラゴンボールのボケされても私どうやってツッコミを入れたらいいのかわからなくて。だからなんか見なきゃと思って読み始めたって感じですね。うんうんうん、そうなんだ。はい、全巻買いました。だからいやすごいよ、ね、でもまだその武道会のまだまだ確かでめちゃくちゃ面白いでしょ。めちゃくちゃ面白いですね。どれが一番好きなの。いや、私やっぱ魔人ブー編のやっぱあのベジータのところ、トランクスを抱きしめるところ。魔人ブーってまたあのクッキーにしたやつ。あ、そうだ、またクッキーだ。クッキーだ。お菓子になっちゃうから。そうだ、確かに確かに。クッキーがモデルちゃんじゃない。ちょっと色もね、今日何色合いもなんか色が好きだ。確かに紫で田辺ブーやめなよ。やめなよ。コンビネーションがやっぱいいから。あれ食べ過ぎちゃう、食べ過ぎちゃう芸人でもね。そうですね。はるかちゃんが楽屋入ってきた途端に2人でさっと隠れて。いや本当そう、いやそうなんですよ。じゃああんま食べないの。いや食べるの好きなんですけど、うんうん、いや2人ほどの量では。あと選べますね、食べる時と食べない時、ね、ちゃんとメリハリがあるというか。そうなんだ。その仕事とかで求められた時は食べるし、でも普段は気をつけるし、コントロールしてんだ。やっぱりコントロールしてますね。2人もご飯とか誘ってくれるんですけど、私の食べたいものだったら行くって感じです。食べたいものじゃなかったら行かないって。そうなんだ。はい、気分屋ですね。だけどそのくせさ、でも2人ばっか仲良くて、あん寂しいとか言うな。そういうんですよ。自分が来ねえくせに。私たちの仲の良さの絆の条件としてやっぱカロリー。やっぱり、ね、はい、それを取らずして、うん、そんなね、こっちばっかりって言われてもって感じなんですよね。いやでも本当2人なんかもうご飯も2人だし、うんうん、楽屋でも2人で話すことが多いんですよ、うん、でも常にくっついてるんですよ、うん、だからぷよぷよなのかなと思って、ね、なもう本当ぶっ飛ばしいですか。真剣に話そうとしてんのに、こっちは大地さんと K さんの思いあんたの悩みを解決しようとしてんの、その2人が仲いいっていうね。なのにぷよぷよって言われて。一旦 CM 交通情報挟んで。海物語シリーズ、もう一回サムだぜ。盛り上がってるかい。いつもの海で待ってるよ、海物語シリーズ。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの前田さん、お願いします。はい、圏央道の八王子ジャンクション方面への外回りは相模原インターで事故のため8キロの渋滞です。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの松田バス停付近で11キロの渋滞です。右ルートは工事のため利用できなくなっています。東京外環道の関越道方面への内回りは外環三郷西インター付近で事故のため2キロの渋滞です。
首都高速道路の三郷線の上りは加平を先頭に八潮南まで渋滞しています。神奈川県の国道246号線下りの厚木市厚木市立病院前付近の事故は処理が終わっています。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さんありがとうございました。次の日本放送交通情報はズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。ヨーロッパ企画上田誠の新作舞台鴨川ホルモーワンスモア2024年4月池袋サンシャイン劇場で上演決定。乃木坂46のセイニアレイです。念願のヨーロッパ企画さんとの舞台に出演します。ぜひご覧ください。チケットほか詳しくは日本放送イベントホームページまで。さあ、今日はゲストにボル塾の皆さんをお迎えしております。ダムチャンネル、ダムチャンネルをご覧の皆さん。ダムチャンネル、ダムチャンネル。やりました、やりました。あれ、あの動画見たってことですか？見た、見た、見た。恥ずかしい。あの、初めて、その、ゲストだから YouTube 見て、ボケで、ダムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ボル塾って言ってるから、初め本当にダムチャンネルのやつ。CNC になったのか。なんかアップしてんのかなと思ったら、なんか、本人たちのおふざけにお付き合いください。騙されちゃった。よかった、よかった。そうなんです。しばらくカラオケ行ってないから。うん、行ってないから。ボケですよね。あれボケでやって、で、はるちゃんとかさかるさん乗ってくれるんですけど、田辺さんが本当ボケ下手で。ボケ下手。田辺さん今回の新曲はとか。とかやってるんですけど、全然なんか乗らないんですよ。なんか上からというか、なんかちょっとお高いところにいるというか、いい振りじゃないですか、今回のみたいな。だ田辺さんが乗らないからあれ何回も何回もやり、3回ぐらいダムチャンネルをご覧の皆さんって私に。田辺さんはね、新曲なんか、あの、単発で。あ、単発でとか、はるちゃんもなんかいろいろ乗ってきてくれたりとかして。田辺さんだけ全然乗ってくれない。何も出てこないんだから、しょうがないよ。何言ってんの新曲の名前。何も出てこないんだから。新曲、今のが、今のが新曲。もう、そういうノリみたいなやつ、私全部断ってる。田辺さん苦手。全部ミニコントみたいなのが、はい、もうそういうのも全部もう一歩離れて、だから占い師もなんか全然できてなかった全然わかってね。そっか、普段あれダムチャンネルやんないからあの時できないのよ。こういう時のために。そうだよ、そうだよ、本当に生きてるだけだもん。一生懸命に生きてる。そうなんだ、生き様で笑いとかかっこいいよ、たぶんかっこいいよ。メールね、来てますけども、あの、ラジオネーム仲良くなりたいさん、寺門ジモンさんを尊敬する田辺さんへ質問。寺門ジモンさんの尊敬できるところってどこですか？やっぱ食へのリスペクトがすごいところが。リスペクトですか、やっぱり。やっぱ食に敬意がある人はやっぱいいですよね。あと知識も豊富ですし、そういうところがなんか、あと食リポも素晴らしくて、やっぱなんか、その、美味しい、だけで本当はね正直いいんですけど、でもなんかよりなんかこう伝わってくるというか、なんかそういうところは私もああなりたいなって思いますね。憧れなんだよね。やっぱすごいもんな、自分すごいですよね。食以外は、食以外、自分さんの食以外、食ですね。食です、食が。食ですよね。食、やっぱり食だ。食として。食として。武田鉄矢さんみたいな。人としてみたいな。金髪の金髪先生。そんなうまいこと私できないのよ。食として。さあ、じゃあコーナー参りましょう。はい。今日のスポットナイツ。はい。こちらゲストの方がですね、今一番気になっている話題を伺います。はい。我々にね、聞きたいことありますか、最近悩んでること、ちょうど3人、うん、去年の暮れに話してたのが、はい、やっぱそのテレビに出てると、どうしてもなんか、いろいろハマってるものとかありますかとか、なんか詳しいこととかありますかとかあるし、で、田辺さん、スイーツっていうのがあるんですけど、それはもうあるとして、なんか新しいものを結構求められるじゃないですか。だから3人が去年考えたのは、やっぱ習い事やった方がいいんじゃないかって思ってて、で、田辺さんは今年手話を始めたいらしくて。そうなんだ。はい。ちょっと
やっぱ手話をやって、その漫才をする、大きい目標として、漫才、みんなの漫才を全部手話でやって、そういう講演会とか、やってみたいな、大きい目標としてはちょっとあるんですけれども。手話通訳で漫才を、はい。っていうのはちょっとありますね。なるほど。私は、そのなんか自分が、なんかよく正月の特番とかで、あの着物とか着せてもらうことあるじゃないですか。で、なんか自分で着物着た時に思うのが、やっぱ着物着た時の貫禄えぐいなって。私が自分で感じてて、で、だから着物着んのいいんじゃないかなと思って、そのまず着付けを習って自分で着れるようにして、やっぱ芸人さんってやっぱ楽器やるじゃないですか。でもあんまり和の楽器やってる人いないんじゃないかなと思って、最初琴かなって思ったんですよ。着物で琴弾いたらちょっと面白いかなって思ったんですけど、持ち運び大変かなって思った時に尺八とかどうか。持ち運びはしやすそう。三味線でもなんか和の楽器、和楽器を弾けたらいないんじゃないかと思って、女芸人で着物着て和楽器っていう若手で、ちょっとそれに興味持ってって今年習ってみようかなと思ってて、はるちゃんもいい。私もなんかしら欲しいなと思ってて、でもなんかギャップ萌えみたいなの欲しいんですよ。なんかこの見た目で船の免許持ってるとか、なんかボイラー検定持ってるとか、なんかギャップ萌えが欲しいんですよね、私。はい、何がいいのかなって思って。でも人前とかでできるとしたら尺八とかやっぱいい手話になるのか。そう、ね、そう、人前でできた方がいいんですよね。ボイラー検定って言われてもなんか確かにそこからのトーク力いりますよね。説明してトーク力いるよね、はい、そうですね。トークができないんで、確かに、うん、勉強とかできるなって検定って結構大変ですよ。そうですよね、頭いっぱいいっぱいになっちゃいますよね。ムエタイとか、ね、あー、ムエタイ確かに。何ですか、ムエタイって。格闘技系。格闘技系は体、格闘技したらなんか罰ゲームの時にね、はい、あ、私執行人としてできる。でもムキムキになっちゃうんですかね。いや、そんなこともそんな本格的にやらなければ、試合とか出なければ、試合でも多少はでもやっぱ痛そうに見えた方がいい。田辺さんよりもスイーツ詳しくなっちゃうとか。あ、逆に。え、そうしたらどうすんのよ私。どうすんの私。手話占いあるから。手話占い。占いでもいいけどね、見えないのに占いを極めるっていうのもすごいけどね。なんか人生相談したくなるんだよね。あ、確かに。そうなんか新規はあるかも。来てるんだよ、田辺さんに。人生辰野年頃さん、うん、美容に明るい田辺さんに質問です。私の悩みは乾燥が気になるのと髪の毛のツヤがないのが悩みですっていう。それを私に。来てる、美容に詳しいっていう。美容好きじゃん、確かに。でもやっぱりそうしたらやっぱまずスチーマーでやって保湿と、あと拭き取りと化粧水とクリームとって、とにかく重ねることですかね。でも人それぞれなんですよね、乾燥も。まあ見てみますよね。保湿するのは大事だっていう。保湿がやっぱあの美容の詳しいあの田中みな実さんもおっしゃってましたし。ちょっと大好きな田中みな実さん。そうだ、みんな心配してたよ。そうだ、どうすんの。オカリナとかも。そう、そう、オカリナさんからも連絡来ましたもん。田辺さん大丈夫かなって。ホント好きだもんね、だって。はい、みんな心配しました。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ。でもなんか報道が出た日というか、報道が出たのが元旦で、で、出るかもが出たのが大晦日だったんですよ。で、ちょうど私たち、その大晦日一緒に過ごしてたんですよ、私の家で。で、後輩とかも呼んでて、パーティーしてて、もう一人じゃなくてよかったとは言ってましたけど。そうだよね。はい。一人だったら、ショック、どうしていいか分かんないって感じでしょ。あらーってなって、でもおめでたい、もし本当ならば、おめでたいなっていうのに5日間ぐらいかけて飲み込みました。いろんなこと考えたよね。いろいろ考えた。いろいろ考えた。めっちゃ話したよね、年末年始。田辺さんが飲み込めるように。カレーとかすぐ飲み込めるけど。飲み込む。5日かかった。こう亀梨君の件に関しては飲み込む5日かかった。5日かかって、あ、でももし本当ならば、やっぱすごいおめでたいことですし、そうなんです。あ、支えがあるっていいことだなって思う。それぐらい応援してるんだ。で、それと同時に私もなんか頑張ろうって思いましたね。めちゃくちゃいいファンだね。よかったよね、本当に。だから負けないぐらいカリスマになればいい。いや、そうなんですよね。確かに。だから。でも一回なんか、
そうやって話して飲み込む間になんか田辺さんが急に電話来て、私、そして電話来て、よく考えたらさ、私も田中みな実じゃないって。ちょっと何それまでは私この話の中では絶対否定はしないでおこうって思ってたんですよ。もう田辺さんが飲み込むまで全部肯定で行こうと思ったんですけど、それはちょっとどういうことですか。私も田中みな実じゃない、はい、いや、なんか、あ、その、私、田中みな実なんだと。そう、私もその美容頑張ってるし、うん、で、テレビ出てるし、自分で稼いで働いてるし、うん、で、亀梨君にも何度か会ってるし、うん、ほぼ田中みな実。そうだよね。そうなんです。広く考えたら、うん、私も田中みな実さんか。って行き着いて、うん、今元気にやっています、うん、その前向き感はでもすごいよね、うん、前向き、はい、ずっと前向き一緒になんか亀梨くんとロケさせてもらった時あって、うん、ずっとなんか田辺さんのことをずっと考えてたんですよ、うん、田辺さんだったらすごい嬉しいだろうなと思って、うん、それあった時にこの前亀梨くんとロケしたって言ったら、うん、住みましたって言って、うん、でもずっと心の中で田辺のことを思ってたって言ったら、うん、もうじゃあ私がもう一緒にロケしたことですって、もうそういうことになったからその前向きの変換隣に入れたと一緒に、はい、一緒ずっと一緒に行ったのと一緒だよね。私の心にいたから、はい、そうなんです。その前向きさがすごい、はい、じゃあもう本当元気なのね。あ、すごく元気です。なんか本当いろんな人に心配させちゃって、うん、私は元気にやってます。来た時ちょっと痩せちゃったから、ね、あ、やだ。いや、ちゃんとスクワットやってるのよ。やっぱスクワットスクワットスクワットか。やっぱ何回やるんですか。あ、でもね、あの本当、10秒を10秒かける3セット。10秒で1回当てて1回やる。あ、間違えた。20秒でできるだけやって、うん、10秒休んで20秒やって、うん、10秒休んで20秒やって、うん、クッキー食べながら。いや、食べる。そうしたら逆に太っちゃうでしょ、また。でもやっぱ足腰大事ですから、ね、確かに、ね、足腰大事だもんね。元気にやってるということですよ。いや、ちょっともうお別れの時間なので、ぼる塾から何かお知らせありますか。私たちその神保町の吉本漫才劇場に普段立たせていただいてるので、そこでは4人でもね立ってますので、ぜひそちらに、はい、来ていただければと。ありました。はい、あと兄さんのイベントもね。そうだそうだ、はい、出るみたいなので、今日のゲストぼる塾の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。あなたとハッピー、柿原忠です。那須恵理子です。明日のゲストは医師で順天堂大学教授の小林博之さん。たった 1% の迷いがあるだけで自律神経は乱れる。迷うことが自律神経に及ぼす影響についてお話を伺います。あなたとハッピーは明日も朝8時スタート。
さあラジオリビング舞島カノンアナウンサーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週は新春初売りウィーク、全商品初売りだからこその破格のお値段で満を持して登場していますが、今日はですね、初登場の近江牛、宮崎牛、鹿児島黒牛、高級ブランド和牛3種の大判切り落とし福袋をご紹介します。いいな、これすごいね、その3種豪華ですよ。すごい、だって高級和牛3種類が一気に届くんですよ、ね、すごいですよね、うん、食べ比べぜひしてください、うん、あの皆さん召し上がってください。違いますよね、ケイさん、うん、どれがいいかな、いや迷うんですよ、これが。あ、美味しい、うん、そう、福袋の目玉、まず近江牛ですね、うん、日本三大和牛の一つで超有名、やっぱ、うん、お好きですか。近江牛美味しい、細かいサシが特徴で上品な味わいですよね、うん、結構さっぱりしてて口の中でとろけますね、うん、そう、美味しいです。鹿児島牛もね、やっぱこう肉って感じがして美味しい。鹿児島黒牛、うん、すごいですよ、今注目されてます、うん、宮崎牛もね人気なんですけれども、うん、5年に一度行われる和牛の品評会で、うん、内閣総理大臣賞を受賞した宮崎牛と鹿児島黒牛、うんうん、で宮崎牛なんですが、濃厚なコクとほのかな甘みが特徴で、口の中に入れるとね、本当にものトロトロとこう油がとろけていく感じっていうんですか、まろやかですよね、美味しいんです。で鹿児島黒牛は本当きめ細かく柔らかい肉質、これが特徴です、本当柔らかい、確かに肉と油の甘みちょっと違いますよ、本当食べ比べしてみると分かるんですよ、全部美味しい。でもなかなか食べ比べってできないじゃないですか、うん、しかもこんな豪華な3種類ですからね、お店でもなかなかできない。そうなんですよ、うん、でしかも大判なので、今スタジオにありますけど、見てください、食べ応えすごいすごいですよね、美味しいのよ、すき焼きとかにしてもいいわ、あ、おすすめです、うんね、すき焼きしました私、あ、しました、美味しかった、いかがです、めっちゃ美味しかったですよね、そう、うん、高級ブランド和牛3種類も買おうとすると通常2万円以上するんですけれども、うん、今回は新春初売りです、超お買い得価格実現しました、うん、さあお値段です。近江牛、宮崎牛、鹿児島黒牛、高級ブランド和牛3種の大判切り落とし福袋、うん、近江牛 400g、 宮崎牛 200g、 鹿児島黒牛 200g、うん、合計 800g で、うん、5980円。100g 1000円しないんだ。そうなんですよ、牛肉ってほんと高いよ。いや、しかもこの高級和牛のセットだったら、まあ、先ほどもご紹介しましたけど、うん、2万円以上するのがまあまあ普通というか、ね、多いですけど、まあ、自分お買い得なんですが、倍の 1.6 キロ、うん、ジャスト1万円です、うん、倍ですよ、お得なんですよ。すごい。でさらにお得な 3.2 キロは 17,800円、うん、まとめ買いが非常にねお買い得になってます、うん、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 です、うん、高級ブランド和牛と言われているそれぞれのお肉、歴史と数々の受賞履歴がすごいんですが、うん、まず近江牛、うん、国内で最も古いブランド和牛で400年以上の歴史を誇ってました。味は折り紙付きです、うん、しい。で宮崎牛、アカデミー賞のアフターパーティーでも振る舞われるなど、うん、海外セレブにも大人気なんですよ、メジャーリーグで活躍していたイチローさんも、うん、こう宮崎牛の美味しさに惚れ込んで、定期的にこうアメリカへ取り寄せていたそうなんです。美味しいもんな。美味しいですよね、そう間違いないんです。で鹿児島黒牛なんですが、和牛の品評会で最優秀枝肉賞というですね、お肉の質を審査する賞を2大会連続で受賞してるんです、なので正真正銘美味しさで1位を獲得したという、まあ、お肉としての総合評価が高いお肉になってますね。でこの福袋なんですけれども、新春だからこそ、うん、あのできた商品といいますか、うん、これ初登場の商品なので、うん、そうなんだ。そうなんです、ぜひこの美味しさを味わっていただきたいです、うん、で賞味期間は冷凍でおよそ3ヶ月ですので、ぜひまとめ買いしていただいて、お肉の味の違いをご賞味ください、はい、皆さん どのお肉推しとかってあります？いやもうね全部美味しいけど、うん、何だろう、ね、分かんないけどね、うん、そう、あの迷ってるうちに全部なくなっちゃった、うん完食だ、もうないもうない。私田辺さんじゃないけど、なんか完食したらなんか食い地張ってるみたいと思われるかなと思ってすごい我慢してた。ちょっとだけ残して。ちょっとだけ残して。ツルツルじゃないですか。ご飯もお弁当食べてたのに。どれがいいかなって言ってたらもう終わっちゃった。こういうね
いやり取りを楽しめますから、ぜひ楽しんでください。さあ、近江牛、宮崎牛、鹿児島黒牛、高級ブランド和牛3種の大判切り落とし福袋、近江牛 400g、 宮崎牛 200g、 鹿児島黒牛 200g、 合計 800g で5980円。倍の 1.6 キロセットはジャスト1万円、さらにお得な 3.2 キロセットは1万7800円。関東1都6県は送料込みです。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 までぜひどうぞ。前島香音アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。法律事務所未来をから B 型肝炎患者とご家族の方へ、幼少期の集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスに感染された方、その方から母子感染などで感染されたお子様にも、国から最大3600万円の給付金が受け取れます。 B 型肝炎で亡くなられた方のご遺族もご相談ください。給付金請求のことなら未来をにお任せください。相談料着手金は無料です。 0120-783-005 悩み005、東京弁護士会所属法律事務所未来を。ラジオビバリーヒルズ、乾きみこです。翔太さん、水曜ビバリーにボーカルグループル・ベルベッツの佐藤孝則さん登場です。音大出身、テノール歌手でミュージカル俳優ってなんだそれ。明日水曜11時半ラジオビバリーヒルズはル・ベルベッツの佐藤孝則さんだよ。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。この時間はきっかけコミュニティがお送りします。毎週火曜日のこの時間はこちらです。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。産経新聞が作ったインターネット上のファンコミュニティきっかけ、コミュニティの登録者と様々な話題を話すことで毎日が楽しくなったり世界が少し広がったりするようなきっかけを一緒に見つけていけるウェブサイトです。このコーナーではそのコミュニティサイトきっかけに引っ掛けてリスナーのあなたから様々なきっかけを募集しています。今週は癖を直したきっかけを送ってもらってます、うんうん、番組メールとともにコミュニティサイトきっかけ内でも皆さんのエピソードを募集しています。早速ご紹介しましょう。けい、はい、ちゃんお願いしま す, いします。はい、ではきっかけのコミュニティをいただきました。ラジオネームタカさんです、うん、猫背です、うん、友達が撮った私の写真が猫背で見た感じが悪かったので背筋をピンとしなくてはと意識しています、うん、でも意識をしていないときはすぐに猫背になっちゃいます。癖はなかなか治らないものですね。猫背ね、猫背は難しいよね。なんか別にいいけどね、うん、猫背、うん、猫背じゃない人っているんですかね。みんな猫背じゃないですか。あ、まあ確かに難しいよね、猫背かどうか。やっぱ意識しないと猫背になっちゃいますよね。なんか楽じゃない、楽なんなんですかね。でもなんかあの写真とか撮るときは分かるけど、うん、家とかで例えば実家帰ったときあんた猫背直しなさいって言うんだけど、うん、なんか楽だからさ。そうなんです、ね、なんで家でさ、うん、一番きつい体勢しなきゃいけないのって思っちゃうんだよな、うん、でも結局は姿勢がいい方が多分体にはいいってことなんですよね。でも本当にやっぱなんかバレエやってる人とか、確かに着物の人とか、着物の人なんか猫背の人いないよね。あ、確かにシャンとしてますね。でもさ、楽な方が一番体に合ってる。いや多分それが楽な人もいるんだよ。そうだよね、シャン、いやちゃんとしてるのが楽な人もいるのよ。だから一緒にしないでほしいよね。あなたはそれが楽だからそのちゃんとしてるだけで、こっちはこれが楽だからやってんだから、なんでこんなきつい体勢で、うん、ってなるから俺、そんなに、ね、なるなる、うん、背筋伸ばしただけで伸ばした、うん、なるから心拍数上がっちゃうの。じゃあ猫背でいてほしい。猫背は猫背の方がいいよね。それの方がいいよね。そうだったら確かにね。まあね、でもあんまりね、なんか猫背すぎるとね、ちょっと見かけ上気にしすぎない方が、まあそうだね、うん、あ、背筋はいい方がそうだな、ね、さあ続いてラジオネーム、5本指の靴下さん、こちらもきっかけコミュニティよりいただきました、はい、うん、癖を直したきっかけは祖母に指摘されたからです。保育園児の時、同じ習字教室に通っていた小学生のお姉さんが自分自身のことを私ではなく幸子ねと名前で呼んでいました。偶然私も同じ名前
前でお姉さんへの憧れもあり、うん、幸子ねをすぐに真似するようになりました。しばらく経ち祖母から小学生になったらみんな私と言うよと指摘され、うんうん、幸子ねというのをやめました。ですが髪がサラサラロングヘアの幸子お姉さんへの憧れはずっと続きましたそうなんだ、そうだね、こういうのっていつ治るんだろう ね、 確かに親がやっぱり言うからなんとかちゃんって呼ぶから、うん、なんとかちゃんねに最初はなっ、最初は絶対自然になるはずなんですよね、男の子も女の子も。そうか、私ねってそうだよね、私ねって言わないよな。 私もでもずっと K って言ってました自分の K ね、K って言ってて、うん、でもみんなが少しずつ私って言い始めるのも分かってたんですけど、小学生の時はそのまま K って言い続けてて、うん、中学生ぐらいになった時なんかちょっと恥ずかしいっぽいと思ったんですけど、うん、なんか急に直せなくて、うん、私自分のこと K って言うけどごめんねって言ってました前もって名前もって言ってたんだ、はい、それは。でも大学生になった時に今度あの仲いい人、あの人間関係また一回リセットでゼロからになるじゃないですか。その時に初めて初めましてで、私 K って言うけどよろしくねってやっぱ言えなくて、 そこから私になりました。直せた、まあ、直すしかなくて。でもやっぱ大学までかかりましたね。高校生って言ってたんだ。言ってました K ね、 K って仲いい友達の前ではやっぱ K って言ってました。なんか K ってって言ったの、K はそう思うみたいな。ああそう普通に、はい、面白いね。いま、ね、だに出ちゃうことない、そんな癖で。でも親の前とかだったらたまに言っちゃいますね、うん、えそれ K がやんの、うん、いや矢沢の言い方だけど矢沢がそう思うみたいなさ。そんなの、ね、一人称ね、親の前だとなっちゃうの、うん、女の子結構いる気いないかな。うち娘とか自分でもなんとかちゃんがって言うから、うん、そろそろね小学生だし、うんね、うん、な直した方がいいのかなってちょうど思ってた時期だ。 そうだね、うん、それってやっぱみんなは自然に直してたのか、どうするのかなって気になるんだけど、なかなか、ね、言われて直すもんなのかな、どうなんですかね、うん、続いてラジオネームすこやか太郎さんです、うん、私は困った時に鼻を触る癖がありました、うん、妻は初めてのデートの時からその癖を見抜いていて、たびたび私が困るような質問をしていました。ある時その癖を指摘され直すきっかけになりました、うんうんうん、なんか 治るのかな、治ったな俺も、なんかよくこういじったんだけど昔、うん、原さんね、うん、ネタ書いてる時とか考えてる時に、うん、あの髪の毛をこうクリ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 する、今もします、ね、あるある今もする。だからそなんか新幹線とかで俺が後ろの席だと、あ今ネタやってるなっていう、かわいい、そういう癖だね、なんだろうね、そう考えてる時そこになんかないもうなんか見つけないかなと思って、うん、まあ、ガム噛んだりとか、うん、なんか嫌なんだよね。私もあの、自分ではだから気づいてなかったんですけど、うんうんうん、あの人狼みたいなのがすごい流行った時あったんですよ、うんうんうん、人狼ゲームみたいなで芸人同士でする時に山添にだけ絶対にバレるんですよ、私が嘘ついてる時。あそうでなんでかって言ったら、なんか私嘘つく時に目をギュッてするんですよ、そうなんだ、でそれなんか自分では全く意識ないんですよ、でもギュッてしてるから、あ絶対人狼です、はいケイさん絶対人狼ですとかってめっちゃ言ってくるんですよ。それが怖いわ。そうなんですよ。ですごいね。でそうなんですよ絶対。私だからあギュッてしてんだと思って、で次からギュッてしないようにしようと思うと、また今度なんか目のあまりに力が入っちゃって、はいケイさん絶対人狼、あ今は全然絶対大丈夫ですとかって。すごいね。すごい見破られるんですよ。やっぱ癖ってあんだね。山添の観察力もすごい、ね、そうなんですよね、観察力すごいね。怖かったですよ。メンタリストだね。メンタリスト、そういうのでねやってんだろうな、いつも何をやってんの、何をやってんの、怖いっす。さあということで、皆さんの、来週からもリスナーのきっかけエピソードを紹介していきます、はい、来週のテーマは熱心に勉強するようになったきっかけです、うん、皆さんのきっかけとエピソードを書いて番組までメールをください。受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com 懸命にきっかけと書いて送ってください。そしてコミュニティサイトきっかけ内でも皆さんのエピソードを募集しています。まずきっかけコミュニティと検索をします。トップページの中にあるあなたのきっかけ教えてもらいましょうのパートから投稿大募集と書かれた最新の投稿テーマをクリックし、コメントするから投稿できます。ナイツやラジオショーのロゴが目印です。なお投稿にはきっかけへの会員登録が必要です。このコーナーでメール投稿が採用された方には番組ステッカーときっかけオリジナルグッズの付箋をセットにしてプレゼントいたします。以上、あなたのきっかけ教えてもらいましょうでした。はぁ、あ、なんかつまんないな。ここ数年で人とのつながりも減ってしまったし。そんなある日、
とあるコミュニティサイトで普段感じてることをつぶやいたら共感してくれる人がいた。嬉しかった。他のユーザーと意見交換していろんな価値観があると知った。自分のコメントが新聞に採用されたらもっと共感の輪が広がった。参加企業のイベントも体験した。そうしたらいつの間にか社会の出来事にアンテナを張るようになっていた。一つのきっかけで私の毎日が生き生き動き出してきた。最近かなり楽しいかも。そんな思いを生むきっかけになりたくて、産経新聞社のコミュニティきっかけ登録は無料です。詳しくはきっかけコミュニティで検索。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。この時間はきっかけコミュニティがお送りしました。時刻は2時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さん、お願いします。はい、お伝えします。石川県で最大震度7を観測した能登半島地震の発生から今日で9日目となり、県によりますと今日午前9時の時点で亡くなった方は182人に上ったほか、連絡の取れない安否不明者は120人となっています。また被災地域で避難所に身を寄せる人は2万8000人以上います。そんな中、今日午後1時過ぎからは地震直後の火災で全域が焼失した輪島市の観光地輪島朝市で、警察がおよそ100人体制の大規模な捜索を行っています。日本放送藤原貴根記者です。午後1時12分こちら輪島朝市通りの現場では、雨が降りしきる中、全国から集まった警察の隊員らおよそ100人体制で大規模な捜索活動を開始しました。隊員らはいくつかのグループに分かれて担当する場所に移動し、スコップを使って瓦礫などをどかしながら行方不明の方たちの発見に全力を挙げています。そして現場近くに住む住民はこの捜索活動を傘を差しながら祈る思いで見守っています。捜索現場から藤原記者でした。次に、羽田空港で日本航空の旅客機と海上保安庁の航空機が衝突して炎上した事故を受け、国土交通省は再発防止のため管制官の業務内容の一部を見直し、出発順をパイロットに伝える運用を当面見合わせることなどを盛り込んだ緊急対策を公表しました。斉藤国土交通大臣です。今回のような事故が二度と発生しないよう直ちに取り組むことができる安全安心対策について緊急対策として取りまとめました。今回の事故で海上保安庁の航空機が管制官から伝えられた出発順を離陸許可と勘違いした可能性を考慮したとみられます。また緊急対策では滑走路へ誤って侵入するのを防ぐ機能の表示画面を常時監視する管制官を配置するとしています。おしまいに、横浜市の成人式の会場で昨日、男性警備員の胸ぐらを掴んだとして川崎市の20歳の男が逮捕されました。男は知り合いら10人以上と一緒にいて、酒の入った一升瓶を落として割ったのを注意されたのがきっかけでした。暴行の疑いで逮捕されたのは川崎市幸区の自称アルバイト、荒巻雷也容疑者20歳です。警察の調べによりますと、荒巻容疑者は昨日午後4時ごろ、横浜市港北区の横浜アリーナで行われた20歳の市民を祝う集いの警備をしていた男性の胸ぐらを掴んだ疑いが持たれています。荒巻容疑者は地元の川崎市の式典に出席した後、知り合いと合流するために横浜アリーナを訪れていました。この時間のニュースは以上です。遠藤さん、ありがとうございました。梅沢富美男劇団特別公演、梅沢富美男&研ナオコ、あっと驚く夢芝居、4月15日高崎芸術劇場大劇場、22日ティアラ高等大ホール。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。はい、メールがね来てますね、はい、ウーロンさんです。ゲストの感想です。ぼる塾の、はい、田辺さんも田中みな実、これがどうしても喉を通りません飲み込むまでに時間をください。いつかわかるかもしれないですね。時間かかるって面白い、ね、確かに、かわいいですよね。かわいいね、かわいい、いいですよね、うん、面白いね。でもやっぱそれぐらい応援してるんだな。そうですね、本当に好きなんだ、うん、推しっていうのは。なんでも好きなものがいっぱいあるから、多分忙しい、うん、あ、そうだよね。コナンとかも大好きだし。あ、そうなんだ、うん、忙しいんです、多分推し活と、うん、あと食事もなんか、うん、
と聞くと 10ぐらい返ってきて、うん、ただあの食事の回数と食べたいものの数が合わないんですよ田辺さん。あれも食べたいこれも一緒、1日3食じゃ多分じゃ足りないんだ、一生食べたいものがもう追いつかなくて、だから時間と食べ何でし全部足りてないです多分。超忙しいじゃん、じゃあ超忙しいんだ、ことがもう溜まりまくってんだ。そうだと思う。その幸せだよね、すごい幸せそうに見えます。確かに面白いな田辺さん、本当に面白いです。うん、ドラゴンボールもねなんか好きなの面白かったし ね、 なんか、うん、あんまり女子でねあんまりいないし、そうだよね、私全然わかんない世代ですけど、うん、そっか、魔人ブーだけわかりますけど、マルさんちょっと似てるけどわかります。魔人ブーの絵はわかる、ね、わかります。見た目はわかるから、クッキーとか全然わかんないです魔人ブーは。あ、そうなんだ。クッキーを出すんです魔人ブーは。そう、人をもうクッキーにして食べちゃう、人をクッキーにして食べるんです、うん、そうなんだ。チョコとかね、うん、チョコになっちゃえって言って、うん、ビームでバビヨーンっつって、へえ、もう手がつけられなかったよ。マジブー、うん、超強い、うん、話になんない強すぎて、はい、まだまだメールお待ちしております。さあこの後は星野ディスコくん登場。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 出張買取はカメラの北村。クリピーナッツ with ジーマ、クラブでフェスでライブでみんなでジーマ飲もう、それがクリピーナッツのレコメンド。とりあえずあげてこう with ジーマ。飲酒は二十歳になってから。の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ザ・ラジオショー3時です。時刻は3時になりました。ナイツの土屋信之です。花輪信之です。火曜パート内席スタート山崎圭です。ここで圭ちゃんからお天気を伝えてもらいましょう、はい、お願いします。はい、ではお伝えします。関東地方今日の天気は晴れ、日本放送屋上の温度計は 8.9 度を指しています。関東地方はすっきりとした青空が広がっています。この後も冬晴れが続くでしょう。海沿いでは風が強まることもありそうです。広い範囲で空気の乾燥した状態が続きます。火の元、火の取り扱いにはご注意ください。以上天気予報でした。はい、ありがとうございました。さあ、うん、メール1枚だけ読んでいいですか、うん、はい、メンタル強めさん、うん、ボル塾の皆さんが新ニーサを把握してなくて勝手に安心してしまいました。わかるわかる。それにしてもクッキーの話をする時の田辺さん生き生きしてましたね、うん、聞いてるだけでクッキーが食べたくなってきました、うん、ということですね。本当に詳しいですからね。そうだね、やっぱクッキー熱かったね、うん、やっぱスラスラスラっと喋ってクッキーに未来はないって言ったら何言ってんのっつって、うん、未来はあるんですってね、言ってましたね。やっぱり違うね、やっぱ愛があるね、うん、そうだね、スイーツに対してね、うん、一番好きな食べ物何で、クッキーって珍しいですよね。焼き菓子でしょ、うん、なんかよっぽどあの一番最初食べた時のあれが美味しかったのかな、うん、よくもきびだんごみたいな感じだったなんかそれをくれるならもうすり込まれてんだ、うん、もうそれが絶対裏切れないんだ、うん、もうそっかクッキーのことはね、恩があるからね、恩があるからこの世界助けられたっていうねそうなんです。あれどっちだろう、えどっちだろう、誰ですか。浅香光代です。全然違うけど浅香光代さんだ。さあこの後は星野ディスコくん登場。ズームスマホ忘れてきたんです。デジタルデトックスでスマホを見ずに人類にとって役に立つことを考えようと、こう思いながら電車に乗ったんですが、何も考えられないもんですね。辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。 Welcome
さあ、ナイツ・ザ・ラジオショー3時台のゲストがスタジオに入ってきてくれました。こちらの方です。どうも、パパの星野ディスコです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はコンビじゃなくて一人 で、ね、で来て初めて一人で、はい、そうでしたっけ。ついにここまで来たのかなというか、なんかその3時台のアーティスト枠に呼ばれたんですか。そうですね、ソロアーティスト。この番組にアーティスト枠ないです。アーティスト枠で星野和成として呼ばれたのかなって。呼ばれてねえよ本当に。ないですか。だって紅白とか出てないでしょまだ。紅白まだちょっと連絡、はい、来てなくて、まあ、昨年はちょっとその、うん、僕エンタの神様裏番組に出ちゃってたんですよ。出ちゃったからな、はい、パーパー出ちゃったんで、はい、ああちょっと残念だったなっていうのは。そんな前から決まってないでしょ。あったんですけど、減ったもん、はい、なんで急遽もちょっと呼ばれて連絡状だったみたいなことなの。そうですね、多分ヨシキさんか、うん、星野和成さん。ヨシキさんギリギリに決まったんで、多分その枠すごかったよ。ヨシキさんの回一枠ハイドさんとかそうですみんな来てたよ、はい、すごかったよあれ。あの一枠多分取り合ってた。あんな集まんないでしょ。だって星野が出たとしたらどういう演出になるわけ。そうね、僕が出たら、まあ、僕が一人で、うん、そうですね、歌って、歌って、うん、途中であの桜吹雪落としてもらうぐらい。そういう桜系の曲でしょ。桜系の曲ないですけど、ちょっと寂しいんで、なんかなんか特攻みたいなのだとちょっと演出とか、なんか、そう、ね、踊りを見せるとか。ドミノともうけん玉でしょあなたの。いやいやいや、両方です。いやいや両方ですか。一人で両方背負うの。あとあの純烈の QR コード純烈は QR コードですよ。なんかそういうなんか特殊なやつじゃないとダメですね、うん、でも夢だよ ね夢ですね。でも出たいですけど、だってファンレターも相変わらずいっぱい届いて、はい、届いてますね。先ほどもいただいたりとか、さっきねちょっと挨拶した時に一瞬、はい、あまたいただいてるの見たから、その相変わらず星野の人気が、はい、そうなんです。本当歌を始めてからもう一気にファンの方増えて、うん、あの昨年12月24日の M1 の日に、うん、あのクリスマスパーティーというイベントを開きました。一人で何やってんだよお前。M1 見なさいよ。いやいや、あの元々はい、うん、あの9月ぐらいにそのイベント、その場所も予約してたんですけど、その時まだ決勝の日が出てなかったんですよ。で自分も M1 3回戦まで行ってて、そしたらあの決勝が24日になりましたってなって、なんかすごいどっち取るみたいになって、どっち取るか。まあ最後決勝行ったらそのイベントやってからこう決勝行けばいいやみたいな感じだったんですけど、まあイベントやらせていただいて、決勝まで行くつもりないじゃんもう。でもそこであのもう満員ぐらい、はい、100人以上のファンの方来てくださって、みんなで M1 を見るイベントなの？じゃない、いや全然もう普通に僕がただ楽しく歌ってクリスマスの、はい、あのビンゴ大会とかやってアイドルの、普通にもうアイドルのイベントです。何曲ぐらい歌ったの？いやでも6、7曲ぐらいでリクエストいただいた曲を、まあまあ、カラオケみたいな感じで歌うですけど、もうそっか、他の人の曲でも、そうですね、もう何でもいいんだ。はい、その時は事前にリクエストいただいて、はい、この曲星野さんの歌声で聴いてみたいですみたいな。最近カバーのさ人、はい、多いじゃないですか、ジュージューさんとか。ああ多いですね。ああいう感じでカバーアルバムみたいのって、そうですね、星野ディスコで出す予定とか。あ、なんか一回そういうお話とかあったんですけど、うん、やっぱちょっとそのアーティストとして、うん、まず自分の曲で売れたいっていうプライドがあるんで。売れたでしょ、なんとかちゃん。なんだっけ。あ、愛しなくまちゃんですか。あ、まあまあまあ、うん、まあまあ。まあまあそうです。売れてるのかな、うん、ちょっと言葉にしづらいですけど。しづらいの、はい、言葉にしづらいですけど。ロングランであの、リリースイベント1年以上やってるアーティストなかなかいないんですけど。僕、年越して、まだたまに。一曲でずっと1年やってるの。そうですね。自分の番組では毎回あの、まだリリース中ですっていう告知入れさせていただいて。1年以上。6年で冬だと喉。そうですね。やってんの、まだ喉のケアはずっと。やってます。毎日もう寝る時もマスクして。寝るときマスク、はい、加湿器つけて、うんうん、お酒もやめて、お酒ももう年越しも飲まなかったですね。そう、はい、こういうもの、ね、結構太っちゃったんでしょ去年。そうですね、太っちゃうとあんまり喉のさ、はい、ここら辺に肉溜まっちゃって声出づらいみたいにないの。ああでもなんか、うん、わかんないですけど逆にちょっと声の出が良くなって、うん、なんかわかんないですけど、ね、やっぱそのオペラの方とかも共鳴するの、楽器として自分が、はい、そうですね、体大きい方多いんで、最終的にああいう風に
めちゃくちゃ面白いですけど、すごいすごいね。そうですね。あれぐらいになった方がよりいい歌が。節制じゃなくてね。歌のために太るっていう。めちゃくちゃ面白いけどね。めちゃくちゃ面白い。すごい変わっちゃって。すごい。それでずっとアイナブーとあのコントやって。学生コントやめてよみたいな。やって。はい。そうなんだ。ね、あとはなんかあれなの？群馬の。親善大使になったの？そうですね、地元の群馬県沼田市なんですけど、もともとその高橋光成選手、西武の、はい、ロン毛の、そうです、うん、はい、がやられてて、うん、その次に僕が2人目で選んでいただいたんですけど、で、僕の母校の小学校にもこの前、はい、創立150周年で、記念で、はい、なんかちょっとお話お願いしますみたいな感じで呼ばれたんですけど、もう全然話がうまく喋れなくて、でその時もやばいと思ってたんで、話は多分全然受けないだろうなと思ってたんで、一緒に校歌を歌うみたいな歌の方で、俺には歌しかないんでしょ、そうです。でそれですごいなんかいい感じ盛り上がって、マジで歌やっててよかったって思いました。本当に歌があってよかった、歌詞でよかったな、歌詞でよかったな、救われてんの、はい。今もうじゃあ歌手としての仕事の割合の方が多いですか、正直。そうですね、なんかバラエティ番組とかも出させていただく時も、はい、うん、結局なんか歌ちょっと歌う要因みたいので呼んでいただいたりとかなんで、うん、そうだよね。でも友達とかさ、はい、歌手のあいみょんとか、はい、なんかいろいろ増えたんじゃないの、そういうミュージシャンのさ、やっぱプロのその本場の方たちにはやっぱちょっとよそ者感があるのか、全然つながりが増えないです、ね、そこがあんまり増えないんだ。あの星野自身もやっぱ遠慮しちゃうでしょ、ちょっとやっぱそうですね、食い込んでいく性格じゃないから、なんかがあってちょっとなっちゃいますね、なっちゃうんだ、アーティストの方ばっかりだと、はい、で芸人は芸人で、あいつ歌やってるからって、今居場所がちょうどない本当だ、居場所ないじゃん、居場所がなくて、ね、年末年始もずっと一人でいました、はい、年越しも一人で、そうだね、なんか相談できる試合ないのか、なんかいいの、ちょうどいいちょうどいいね、同じ悩み持ってるさ、同じ比重で歌と芸人やってる人とかいないの、ね、いないんですよ本当、周りを見渡しても誰も、まあ、うちの兄なんかはね、うん、あの歌も結構真面目な歌も出すから、はい、あれかもしれないけどね、お会いしたことないですね、まだ、そうなんだ、はい、そうか、なかなか同じ悩みの方がいないんで、カモン達夫さんとかさ、いやもう 大先輩になっちゃう、カモン達夫さんとかそこら辺になっちゃうのか、そうですね、その辺のもう所ジョージさんとか、所ジョージさんとか、はい、それぐらいになっちゃう、そのレベルになっちゃう、そのレベルですね、いやそのレベル絶対違うと思うよ、ちょうどいい方とか、まあ、憧れは所さんみたいな、やっぱそうですね、やっぱ喋れて歌も、じゃあしかんぶり番組の司会とかもやりたい気持ちもあるんだ。でも今はなんかそんなにかなっていうか、うん、MC やっぱ喉に良くないなっていう。そのあんなに喋ったらMC 脳に良くない、喉に良くないね、さあみたいなとか絶対良くないんで、MC8 歌手2ぐらいだからね、多分所さんはね、そうですね、どっちかっていうとね、はい、所さんもやっぱちょっと声量はそんな出してない、セーブされてると思う、セーブされてんだから、はい、でも所さん自分で作詞作曲できるしね、そうですね、保証できないでしょ、そうなんです、楽器はで全く弾けなくて、で今年からちょっと全部自分でできるように、うん、今すごい勉強中というか、ピアノからちょっと、鍵盤からちょっと始めていって、ピアノって大人になってからもできるのかね、あれどうなんですかね、わかんないですけど、今やってんだ、キーボード自分で曲かけるのが一番いいもんね、はい、そうですね、まあ、作詞その鼻歌でメロディーを作って、歌詞当てるぐらいはできるはできるんですけど、やっぱその楽器を合わせるっていうのができないですね、それこそアイナプーはね、作曲するでしょ、はい、作詞作曲、うん、歌作るじゃない、アイナプーは、はいはい、でもあれはもう文化祭のためにして学生のもう、はい、一緒にされたくない、一緒にされたくない、あれではもうあんな遊びと一緒にされてます、仕事でやってます、何系の歌詞が書きたいとかあるんですか、星野さん、最近はやっぱりですね、うん、そのまあいろいろあのテンポが速い曲とか流行ってたりとかしますけど、うんうんね、結局やっぱその、うん、ユーミンさんみたいな、なんかゆったりとした、うん、そのすごい穏やかな気持ちになれるような、うん、何でしたっけ、うん、ジブリの
あのそうですそうです、はい、あ魔女の宅急便とか、はい、とかそういう優しさに包まれた、そうですね、そういう曲書きたいんだ、書きたいなっていう、なるほど、ありますけど、そうだよね、ユーミンさんって確かにどんなジャンルでもいっぱい書いてる、そうですね、でもある程度絞んないと書けないでしょ、夏とかさ、あなんかこう、はい、季節とかさ、はい、なんかこう恋愛とかさ、そうですね、うん、でも、うん、やっぱ絞っちゃうとその季節しか歌えないじゃないですか、ああ、うん、そっかそっか、なんであの全部の季節入れたいですね、春は秋泉谷秀夫さんですか一曲に全部また一年回ろうとしてるじゃん、だってヒルクライムさんの春夏秋冬、私春はどこ行こうかみたいな、だから春の曲もあって夏の曲もあったら別に回れるんだからいい、なんで一曲で一年行こうとするんですか、一曲で回れた方がコスパはいいなっていう、回るって何回るって、なんか回るって全国ツアーしたい、全国ツアーもしたいです、いずれは、はい、もうただ曲数がないんでまだ、ね、マネージャーはいるわけでしょ、マセキのマセキのマネージャーと話すんの、はい、もう一切ノータッチで、えもう勝手にやってくれみたいな、あそうなんだそうですそうですそうだよね、マセキにそんなノウハウないもんね、そうです、アーティストとして売れていく、なんかもう俺売り方わかんないからもう勝手にやったよって言われますね、わかんないもんだって、だって歌手の事務所じゃないんだからさ、まあ、そうですね、なんか音楽部門だけ別で契約とかできないんですかね、はい、他の事務所だって本当にそう思うよ、演芸の事務所だからマセキ芸能社って、はい、そうなんです、うん、なんでその新曲リリースとかの話も一切進まないんで、うん、もう自分でやっていくしかないってなって、うん、ちょっと自分で一からやろうって今なってますけど、あそう、やっぱポケットビスケッツとかさ、すごい大先輩ね、はい、ブラピとかが、はい、いらっしゃるじゃないですか、マセキ、はい、あそこのラインにね、そうですね、行けたら行ければっていうところだけどね、それも全力で応援するから俺いや本当ですか、まあ、同じ星野ディスコ、はい、アーティスト計画を同じあのね、はい、アメトークでサッカーやった仲だし、そうですね、あの運動神経悪い仲間だから、はい、そうですね、土屋さんともあのサウナの番組で、うん、あ戦国サウナで一緒だった、戦国サウナ、戦国サウナ出てる、何の役で、僕はあの森蘭丸で、あまさかの、ま、さかの森蘭丸役なのよ、ちょっと雰囲気ありますよ、本当はこういうなんかちょっと太っててみたいなだったみたいな、その出落ちあれそう、他の役者さんとか藤森くんみんな体仕上がってんじゃん、めちゃくちゃすごいもう鍛えてるんで、うん、僕だけすごい、星野くんはもう全然もうね、ブヨブヨだし、一番ひどいのは、はい、あの坂本ちゃんね、今川義元役がキャスティングなんですよ、坂本ちゃんなんだけど、もうメガネ外して、はい、あの白塗りした坂本ちゃん、全然わかんなかった、半裸の坂本ちゃん誰もわかんないあれキャストのテロップの中で誰もわかんないあれ。いやでも坂本ちゃんね。坂本ちゃんで行こう。今川義元坂本ちゃんで行こう。今川義元役の。そんな会議ある世の中で。本当今川義元坂本ちゃんで行こうってなる。いやどうなんですか、ね。あと買い物ラボを、ね、再現したいためにね、買い物にしたら竹内さん呼んだりとか。そうです。ちょっとキャスティングはすごいな。僕も千葉吉兆のコントみたいな小声で喋るみたいな。ああそうね、時事ネタをちょっと入れたりとか。幅広い。年代が広すぎます。いろいろな。ジャンルが広すぎるのよ。いいとこじゃない。そうなんですよね。はい。さあ一旦 CM でこの後も星野ディスコ君をお付き合いいただきます。はい、お願いします。やってやるか。主演ムロツヨシが一人二役で挑む誰も見たことのない忠臣蔵。生きています。ピンピンしています。江戸中を巻き込んだ絶対にバレてはいけない大芝居の行方とは。わさび劇場映画身代わり忠臣蔵2月9日ミッションスタート。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか。はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか。まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか。はい。また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、
さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なので、ご家族の確認はとても大事です。では、まずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送さあ、はい、ゲストに星野ディスコ君をお迎えしておりますよ、うん、お願いします。あのバスツアーがあるんですよね、はい、そうなんです、ね、あの今年の3月31日にですね、うんうん、初めてやるんですけど仙台で、うんはい、僕だけの、まあ、バスツアーあ、パーパーじゃなくて、はい、星野ディスコのバスツアー、星野くんと行く、はい、で一泊二日でやらせていただくんですけど、うん、まあ初日は仙台駅集合、行きたい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 んだ、本当ですか、ぜひ来てほしいんですけど、お客さんとして、はい、でバスでまあ向かって、うん、で遊覧船に乗りまして、うん、はい、乗り換えてそこでこけしに。絵付け体験。こけしの絵付け体験あるんですか、はい、遊覧船で絵付け体験。星野くんとやる。そうです。楽しそう、楽しそう。僕も一緒にやったりとかして。はい。で、その後は、ホテル戻りまして、うん、僕のディナーショーです、ね。メインたっぷりと。これがメインだ。そうです。歌も聴けるという。はい、はい。どんな歌を歌うんですか、いや、もうそれはもう、まあ、やっぱ自分のオリジナル曲だったりとか、そうですね。うん、まあ、ジュリーとか。ジュリー、そのケースのところも、あとかなんかそういうやっぱディナーショーっぽい曲歌おうかなと思って、なるほどね、はい、郷ひろみさんとか、じゃあんとは分かんないですけど僕には、はい、で次の日マセキのライブが仙台で、エクストラシルバー、それで仙台なんだ、はい、そうなんです、そうなんだ、エクストラシルバーなんか今年ねいろんなとこでやるもんね、そうなんです、大阪だって、大阪とか名古屋とか、で仙台で、そうか。公式カメラマンが加賀屋の加賀くんなの。そうですね、加賀くんが最初シークレットだったんですけど、お客さんが集まる日がちょっと悪いということで星野くんにはこの後エンディングまでお付き合いいただきます。はい、はい、日本チャレンジドアスリートです。日本チャレンジドアスリート、この時間はアース製薬がお送りします。ありがとうよりチャレンジドアスリートでした。あ、財布にお金がないという状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん？ローソン？その通り、ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ ATM ならローソンへ。目玉焼きにかけるのは醤油か塩か、どちらかが常識とされてきたが、実は意外と合うのはわさび。うん、うん、常識から一歩踏み出せば新しい景色があるかもしれない。道なき道を行く人の車、トヨタベルファイア。ベルファイアは全てのトヨタのお店で。トヨタの CM ですが、鍋の音をお届け中。なぜかって、ここは和歌山県由良町、近くの旅館で予約したクエでキャンプ飯。もちろんお鍋の電源は車から。あ、うまい。美味しそう。トヨタの宮殿、車種ごとに使い方に制限があります。日本チャレンジドアスリート。この時間は、トヨタがお送りしました。1時からお送りしてきました日本放送ナイツザラジオショー、そろそろお別れのお時間となりました。はい、今週のラジオショー、明日水曜日のゲストはですね、1時台に森脇健児さん、すごい、2時台にダンビラムーチョ、うん、木曜日は金賞亭万堂さんがゲストに来てくれます。はい、うん、そして来週火曜日のラジオショーゲストは1時台に元プロ野球選手の岩隈久志さん、うん、メジャーリーガーですよ、すげえな、うん、岩隈久志さん、うん、そして2時台に長野さんが、なんか岩隈さん間違えてんじゃない番組ショーアップナイターと間違えてないですよね。なんかおかしいな、並びになってます。岩隈さん1時台に来てくれます。芸人みたいになってますけど ねすごいですよ岩隈さんが。はい、うん、この後3時半からは辛坊治郎ズームそこまで言うかです。さあということでね、ゲストの星野ディスコ君のこの時間まで付き合いいただきましたけども、はいはい、もう一回お知らせをした方がいいんじゃない、はい、いいですか、バスツアーの、はい、うん、
星野ディスコと松島一泊二日の旅こちらがですね2024年3月31日日曜日にございまして、集合場所仙台駅で、はい、集合しまして一泊二日のバスツアーとなっております。こちら二次募集を今しておりまして、こちら1月14日の23時59分まで募集してますので、チケットはもう結構売れてる、はい、チケット、そうですね、一応なんか最低人数みたいなのが40名いないと開催できないんですけど、あと 2,3 名ぐらいで、はい、でそれ以上は何人でも大丈夫らしいので、そう、はい、ちなみに、あの何カメラマンが香川君で、そうですね、であとちょっとそれでも足りないかなと思いまして、ジグザグジビーの池田さんもちょっとイケメンの、はい、お願いします。イケメンで脇固めんじゃないよ、保険で宮沢も呼んでやれよ。宮沢さんちょっとプロレス忙しいんで、プロレスで、はい、で3人でやるんですけど、まあお値段がまあちょっとチケット全部込み込みですもんね、はい、全部込み込みで泊まりで、はい、泊まり、ただ仙台駅集合に仙台駅までの足代は自分で払ってください、はい、自分になるんですが、はい、ちょっと7万円高で高ちょっとあんまり見ない高って言わない、あんまり見ない、でも中身が素晴らしければね、7万円ディナーショーだよ、ディナーショ ショー、そうですよ、1時間以上ある、星野の歌声聞け7万円って安いでしょ、こけしに絵つけれるんですよ絵付け体験もあってのね、そうですよ、これ、ね、はい、ね、まあ、10万かかりますね、往復、そうですね、よく35枚ぐらい売れてる、本当一人一人すごいな、そうですね、もうすごい熱烈なファンの方いらっしゃいますね、よかったらね、これでちょっとぜひ仙台駅集合で買ってください、ね、はい、ということでここまでの相手ナイツの土屋信之と花輪信之と愛席スター手間崎圭と星野ディスコでした、また明日。Oh, oh, 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 oh
たものは取り入れられるように古びた思いの誇りを春戻らない幸せがあることを